待たせいたしました。本日はお忙しい中お越しいただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。ただいまよりピレリスーパー耐久シリーズ2019シリーズ表彰式新春懇親会を始めさせていただきます。この表彰式の模様は後日 YouTube ライブの S 帯テレビより配信をさせていただきますので、ぜひご覧ください。はい、よろしくお願いします。ぜひ皆様最後までお付き合いをお願いしたいと存じます。はい、よろしくお願いいたします。さて司会進行ですが、 S 帯テレビに出演をさせていただいておりますメンバーでお届けをしてまいります。まずは福山秀夫さんです。よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。明けましておめでとうございます。今日我々このような和服和装で登場させていただいているんですが、はい、あの小山さんのご友人で京都で創作和服をやってらっしゃる方がいらっしゃって、その方のご協力で孫にも衣装でございますけれども、日頃の、下品さを少し消して今日は務めさせていただきたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。そして S 帯テレビ MC の和野優子です。よろしくお願いいたします。はい、ちょっと皆さんにお披露目して。いいんですか。お披露目して。ありがとうございます。素敵な衣装も用意くださいました。いやいや、ね、ありがとうございます。本当に本当素敵な衣装ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。お願いいたします。そしてですね、リポーターのお二人も来ておりますのでご紹介させていただきます。 MC 平田さんです。はい、どうも皆さんこんばんは。ピットレポーターを務めさせていただいております、 MC 平田です。どうぞよろしくお願いいたします。やっぱりあなたのお耳の騒音校言うの忘れてた。あなたのお耳の騒音校が MC 平田です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ちょっと緊張されてます。はい、ドキドキしてます。はい、そしてリキさんです。よろしくお願いします。はい、リキ新年明けましておめでとうございます。レポーターのリキです。よろしくお願いします。はい、まあ、今シーズンがいよいよデビューって感じですよね、リポーターね。はい、ね、ぜひぜひ頑張ってください。よろしくお願いします。はい、この4名で進めさせていただきます。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは開会に先立ちまして、スーパー耐久機構運営委員長、株式会社岡山国際サーキットモータースポーツ部部長土井誠よりご挨拶をさせていただきます。よろしくお願いいたします。皆さん明けましておめでとうございます。スーパー耐久運営委員長をやらせていただいております、土井と申します。本日はお忙しい中、皆様多数の皆様にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。そして本日表彰されます皆様方おめでとうございます。また1年間チームのクルーの皆様も大変だったと思いますので、今日はゆっくり表彰を楽しんでいただければと思います。そしてシリーズをご支援いただいておりますスポンサー各位の皆様、また主催者の皆様、運営関係者の皆様にもこの場を借りて御礼を申したいと思います。ありがとうございます。スーパー耐久シリーズは2019年も皆様方のご支援のおかげで無事終了することができましたので、よろしくまた来年もお願いしたいと思います。さて、昨年はスポーツ、今年がオリンピックイヤーということで様々なスポーツが脚光を浴びたと思いますけど、記憶の新しいところですとラグビーのワールドカップが開催され、日本代表がワンチームを合言葉にベスト8まで行くということで流行語大賞にもなりましたけど、大変盛り上がりまして、2020年今年はいよいよ東京オリンピックイヤーということで他のスポーツ含めてさらに盛り上がっていくことだと思います。そんな中で我々モータースポーツも乗り遅れることなくスーパー耐久をはじめとして皆様方と一緒に盛り上がっていきたいと思いますので、また今年もご協力のほどよりよろしくお願い申し上げます。今日は短い時間ですけど表彰式懇親会ということで皆様方懇親の場として楽しんでいただければと思いますので盛り上がっていってください。短いご挨拶となりますけど簡単に終わらせていただきます。本当にありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。
さてスーパー耐久は2019年も多くの皆様にお力添えをいただきました。その感謝の気持ちを込めましてシリーズ貢献賞を贈呈させていただきます。まずはじめに D ステーション様の運営会社ネクサス株式会社様に贈呈をさせていただきたいと存じます。ネクサス株式会社様どうぞご登壇ください。なお本日ネクサス様は D ステーションレーシング様の海外レースに同行されているため D ステーションレーシングの星野達也選手にご登壇いただきます。贈呈はスーパー耐久事務局長の桑山晴美が務めさせていただきます。おめでとうございます。ありがとうございました。そしてアシスタントはピレリガールが務めます。おめでとうございます。 D ステーションさんはねもちろん自らのレーシングチーム運営もさることながら、はい、スーパー耐久シリーズをね本当に陰から見守ってくださって、はい、大いにね盛り上げてくださいました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。それでは一言お言葉を頂戴できればと思います。星野選手よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。2019シーズン大変お世話になりました。毎年毎年スーパー耐久の方も盛り上がりを見せている盛り上がりを見せているので大変嬉しく思っております。2020シーズンも引き続きサポートをさせていただく予定でおりますのでまた2020シーズンも皆さんのご協力を得て応援していきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひともよろしくお願いいたします。ネクサス株式会社様に大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。ありがとうございました。続きましてシリーズ貢献賞ピレリジャパン株式会社様に贈呈をさせていただきます。ピレリジャパン株式会社モータースポーツ部マネージャー五木田健様どうぞご登壇ください。おめでとうございます。ありがとうございました。どうぞ皆様拍手でお迎えください。贈呈はスーパー耐久土井運営委員長が務めさせていただきます。ありがとうございます。はい、まあ、ピレリタイヤはね、はい、全世界本当に幅広くフォローされてますけどもスーパー耐久も多種多様にわたる、ね、車両のフォローをやっていただきまして本当にこの後五木田さんにはピレリ賞をどんどん贈呈側にも回っていただくんですが、そうですね、とりあえずは受賞側でおめでとうございます。ありがとうございました。はい、それでは五木田様一言頂戴できますでしょうか。お願いいたします。皆さん明けましておめでとうございます。ピレリモータースポーツの五木田でございます。今年も、20年もまたさらにスーパー耐久台数が増えるとお伺いしております。我々も、間違いない製品と、サービスと、テクニカルサポート、また我々のブランドの投入、こういった点を中心に一生懸命頑張りたいと思いますのでまたよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。おめでとうございました。ピレリジャパン株式会社様に大きな拍手お願いいたします。ありがとうございました。続きましてシリーズ貢献賞一般社団法人日本自動車用品部品アフターマーケット振興会様に贈呈をさせていただきます。一般社団法人日本自動車用品部品アフターマーケット振興会ナパック事務局様どうぞご登壇ください。本日は別会場でナパック様の貸し交換会が行われているためエンドレスアドバンスの中村義行様にご登壇いただきます。はい、中村さんよろしくお願いいたします。
一般社団法人日本自動車用品部品アフターマーケット振興会様にはアフターマーケット業界団体としてシリーズに大きく貢献をいただきました。贈呈は土井運営委員長が務めさせていただきます。ありがとうございます。大きな拍手をお送りください。この後おそらくね、あの中村さんはエンドレスの表彰にも登場していただくんだと思いますけれどもね、はい、はい、ありがとうございました。日本自動車用品部品アフターマーケット振興会、はい、それでは一言頂戴したいと思います。はい、お願いいたします。皆さん明けましておめでとうございます。本来であれば、ナパック会長高瀬が、ご挨拶しなければいけないんですけども、先ほどありましたように、他の、画商新年会ということで重ねりまして、代理で、私の方でちょっとご挨拶させていただければと思います。ナパック会員、エンドレスアドバンスの、中村と申します。よろしくお願いします。本来ならばナパックを代表して、高瀬会長が御礼を申し上げるべきところではありますが、本日、別の会場にてイベントを主催している都合により、代理の、御礼を申し上げます。この度は名誉ある賞をいただきまして、誠にありがとうございます。ナパックを代表して御礼申し上げます。ナパックは約160社のアフターパーツに関わる企業で構成をされている、業界団体であり、アフターパーツの振興やモータースポーツの活性化を目的に、日々活動しております。その中でも、市販車をベースにアフターパーツが使用され、さらに個人規模から、参加可能なスーパー耐久レースはまさにナパックの、活動目的に合致するモータースポーツであり、古くから応援させていただいております。今後もナパックとしましてはスーパー耐久レースのさらなる盛り上がりがモータースポーツの発展、ひいては業界全体の活性化につながることと信じて、微力ではございますがサポートし続けてまいりたいと思います。一般社団法人日本自動車用品部品アフターマーケット振興会会長高瀬峰夫、以上であります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではシリーズ貢献賞の記念撮影に移りたいと思います。シリーズ貢献賞を受賞されましたネクサス様、ピレリ様、ナパック様、そしてドイツさん、桑山さん、どうぞ写真撮影をお願いいたします。ネクサス様、ピレリ様、ナパック様、皆さんでシリーズ貢献賞の記念撮影をさせていただきます。まあ、今日本日ね受賞された方々以外にも多くの方々のサポートを得てスーパー耐久は成り立っているということでね、本当にあのますますのご声援をお願いしたいところですね。そうですね、皆さんのおかげあってこそということですね。はい、ありがとうございました。はい、よろしいでしょうか。オフィシャルカメラは誰ですか。オフィシャルカメラ手を挙げてください。あ、大丈夫ですか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。シリーズ貢献賞の皆様には今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。そして引き続きどうぞよろしくお願いいたします。次にグッドオーガナイズ賞を贈呈させていただきます。グッドオーガナイズ賞。そうなんです。ちょっと聞いたことがないですね。はい、実は2018年から始まったんですけれども、はい、シリーズ6大会から
特に優秀なレース運営を行った大会の競技長、そしてオフィシャルの皆様を表彰させていただくものになっています。なるほどね、やっぱりオフィシャルの方々あってのレースですしね。はい、そうなんです、はい、それでは発表させていただきます。ピレリスーパー耐久シリーズ2019グッドオーガナイズ賞は、はい、セーフティーカーの出動、赤旗によるレースの中断がない運営をされた第3戦富士24時間大会の競技長堀井守幸さんと競技団の皆様に贈呈させていただきます。おめでとうございます。どうぞご登壇ください。いや、24時間レースで1回もセーフティーカーも赤旗もなかった。そうなんです。なかなかね、まあ、あの走ってる皆さんの協力もあって、はい、もちろんです ね、あってですけれども、競技場としては迷うことあると思うんですよ。ここもどうしようかというね。そうです ね、はい、そうですか。それでは贈呈はスーパー耐久機構桑山事務局長が務めさせていただきます。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。大きな拍手をお送りください。はい、堀競技長、今日は三重県からわざわざお越しでございます。そうですね、はい、ありがとうございます。いや、本当にね、24時間のレースで赤旗やセーフティーがないってすごいことですよ ね。あの競技場としては随分迷うシーンがいっぱいあったと思いますよ。そうです ね、まあ、その背景には勇敢なオフィシャルの方々、レスキューの方々あってのことかもしれませんけど ね、素早い対応があったのかと思います、ね、それでは一言お願いいたしたいと思います。皆さん、明けましておめでとうございます。このような素晴らしい賞をいただきまして大変嬉しく思っております。一度成り代わりまして御礼申し上げます。本当にありがとうございます。まあ、これもひとえにスーパー耐久24時間に関わっていただいた関係者の方、チームの方はじめ、各サーキットの方、大変なご協力をいただきました。この場をお借りして御礼申し上げます。本当にありがとうございました。また今年も6月に予定しております。変わらずご協力を今年もよろしくお願いします。本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、堀競技長でした。どうもありがとうございました。はい、富士スピードウェイの堀競技長、そして競技団の皆様にぜひ大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。おめでとうございました。次にナパックアワードスーパー耐久レース部門の表彰に移ります。参加台数が多かったクラスで最もシリーズポイントを獲得したアセア部品搭載車両に対して贈呈をさせていただきます。なるほど、台数が多くてとても過激なというか混戦の中を勝ち抜けたチームに、はい、はい、一般社団法人日本自動車用品部品アフターマーケット振興会ナパック事務局様の代理としまして、桑山晴美より表彰盾と賞金30万円を贈呈いたします。お、そしてそのチームは、はい、発表いたします。2019年のアセアアワードスーパー耐久レース部門に選ばれたのは ST5 クラスのシリーズチャンピオン4号車チームブリットです。おめでとうございます。おめでとうございます。チームブリット代表の南様、どうぞご登壇ください。南さん来てる？ああ、南さん、どうもおめでとうございます。はい、南さんも三重県から。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ST5 クラスは今年、昨年15台？いや、非常に多かったですね。ね、混戦の中をね、はい、はい、勝ち抜けてこられたということで。まずは表彰盾が贈られます。おめでとうございます。チームブリットは今年頑張りましたね。本当にね、素晴らしかったです ね。もう4号車フィットはブリットはもう何年か継続参戦ですよね。はい、もう S 隊の中にはなくてはならないチームね。目録が送られます。おめでとうございます。はい、南さん、おめでとうございました。
最も混戦を勝ち抜けたでしょうという賞ですね。はい、それでは一言頂戴したいと思います。南様よろしくお願いいたします。皆さんおめでとうございます。今年このような賞をいただきまして大変光栄です。また来年以降もチームブリット一心同体、皆さんスタッフ一心同体で頑張っていきますので、またご協力よろしくお願いします。ありがとうございました。おめでとうございます。大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。はい、南さんおめでとうございました。ありがとうございました。ますますの、ね、ご活躍を楽しみにしたいと思います。この後ねチームブリッドはタイトルも取ってるんで、またもう一回、ね、もう一回表彰、はい、表彰をさせていただきます。はい、それでは次にスーパー耐久機構事務局長桑山晴美よりスーパー耐久の2020年に向けてご説明をさせていただきます。準備をさせていただきますので少々お待ちくださいませ。あ、皆様、本日は、お忙しい中お越しいただいてありがとうございました。少しですがちょっとお時間を、いただきまして、2019年の簡単なご報告と2020年に向けて、お話をさせていただけましたら幸いでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは、まずはじめに、2019年の状況を数字でお伝えしていきたいと思います。年間動員数は2018年に続き10万人を超えておりますが、今年はさらに動員数を伸ばせるようサーキットと一丸となり努力をしたいと思います。SNS の方ですが、2019年は即効性の高いツイッターとインスタグラムを中心に展開をさせていただきました。配信数は多くはないんですが効果を獲得できたと感じております。2017年より、スタートさせた YouTube S 帯テレビは限りある予算の中ではございますが最大限の効果を上げるために力を注いだ結果存在価値を高めることができたと感じております。これまでのレース番組とはまた異なるイメージでお茶の間でレースを楽しむ現地でレースとともにパソコンやスマートフォンで楽しむをテーマとしたモータースポーツエンターテインメントをこれからも多くの皆様にお届けしていきたいと考えております。海外の方でもこれ YouTube で出しますので皆様ほとんど英語必要ないかも分かりませんけどちょっとここで英語でも入れさせていただきます。 We've had over 100,000 spectators for 2 years in a row. We will work hard to bring even more. Our activities on Twitter and Instagram have been very effective. STI TV on YouTube was launched in 2017. In spite of a limited budget, we will all worked out on this project to maximize its effectiveness. So now we can bring motorsport entertainment also into viewers' living rooms and on PC and mobile phone. はい、次に皆様にとってスーパー耐久のどこが好きなのかっていうのをご来場者様のアンケートからキーワードを抽出いたしました。モータースポーツが好きであるってことはもちろんなんですが、スーパー耐久に来た時に楽しさや幸せ感につながることをすごく体感なさっていらっしゃって、そしてスーパー耐久にそれを求めている方っていうのが少なくないなというふうに感じました。スーパー耐久を通じて人それぞれに感じる楽しさの共有をこれからもさまざまな場面で作っていきたいというふうに考えております。In our questionnaire, we asked fans why they love Super Taikyu. And we discovered the following keywords such as relaxed, approachable, and so on. Through Super Taikyu, we will continue to provide both a time and place where everyone can enjoy themselves among friends and family.2020年は4つのプロジェクトを進めてまいりたいと思います。2017年からスタートした S 帯メディアプロジェクトに3つのプロジェクトを追加いたします。参加して楽しい、見て楽しい、運営する側も楽しい、どのような立場でもスーパー耐久に関わるどなたもが S 帯って楽しいと思える総合的な S 帯の世界を作っていこうというものです。So we will focus on 4 projects in 2020. Fun to join, fun to watch, fun to organize,
And then SDI is fun. We are working to create an SDI world in which everyone taking part will discover that SDI is fun in whatever way they choose.まず一つ目、こちらはもう皆様ご存知かもしれませんが、2017年からさせた SDI メディアプロジェクトです。モータースポーツファンはもちろんでございますが、あまりレースを知らない方々にもスーパー耐久の魅力を正しく効果的に伝えていくために、誰よりもスーパー耐久のことを知る我々が、我々スーパー耐久機構事務局が母体となって2017年からスタートさせました。SDI メディアプロジェクトは2020年も YouTube、SDI テレビを核に公式ウェブサイト、各種 SNS 等を有機的にリンクさせ、モータースポーツエンターテインメントを作っていきたいと考えています。視聴者数と確実な数字を把握することができるこれらの媒体メリットから、スーパー耐久の今に何が必要なのかを常に分析しながら、2020年も配信、まあ、発信を続けていきたいというふうに考えております。 In 2020 SDI TV will be at the core of the SDI Media Project. The official website and various SNS tools will be coordinated, and we are working to create exciting motorsport entertainment.まあ、次に SDI Fun to Join プロジェクトというものです。実施するものはまあこういったことなんですけれども、まあ、何をやりたいかといいますと、ファンの皆様とより一体していくためのプロジェクトということで考えております。特にYouTube や Instagram を使った新しい企画というのを積極的に取り入れて、これからもいろんな皆様とつながって、また新しい、ページを一枚めくれていけたらというふうに考えております。 So we will have a great time with fans with SDIFun to join project in 2020. はい、3つ目の、プロジェクト、SDI Fun to Watch プロジェクトです。2019年から登場した、ライブオンボードカメラは、2019年スーパー耐久以外の国内レースやイベントでも実はお使いいただいてきました。国内で初めて実施した FCY LED ポジショニングライト、ライブオンボードカメラ、SDIカード等の精度を上げ、皆様により楽しんでいただくコンテンツに仕上げていくために、プロジェクトチームを私ども、スーパー耐久機構事務局 STO 内に結成しています。より精度を高めるために、一部の企画が初戦に間に合わない場合もありますことをご理解いただけましたらと思います。どうぞよろしくお願いします。So the SDIFun to Watch project is one of our ways to create richer content by improving LED positioning lights, live onboard cameras, and SDI cars, and having introduced FCY was for the first time in Japan by Super Taikyu. The project team for improving the content is a part of the Super Taikyu organization.最後に、まあ、SDI スパークプロジェクト、まあ、ご存知の方も多いと思うんですが、公式キャラクタースパークです。初めは細々とスタートした公式キャラクタースパークの展開ですが、今では販売をさせていただいたスパークのぬいぐるみを皆様が各種 SNS で展開してくださることも多く、スパークが一人歩きを始めています。大きな数字ではありませんが、インスタグラムでは4000件近いハッシュタグが上がっています。その大半を私どもではなく皆様方にハッシュタグをつけていただいております。2019年の富士24時間大会からはスパークの着ぐるみも登場、まあ、今回も会場内に出没すると思いますが、2020年も引き続き SDI の広報マンの一人としてスパークは活動を続けてまいります。また参加チーム様へはイラストの無料提供も予定しています。また各大会の表彰台では40センチ台のビクトリースパークも入賞者にお配りいたします。これはイメージとしてはフィギュアスケートの大会で選手がぬいぐるみを持っているシーンなどをご想像いただければというふうに思います。ファンを増やす大切なツールの一つとして、そして2020年を皆様と共に盛り上げるために、ぜひスパークも有効活用をしていただけましたら幸いでございます。
また最後になりますが、商標登録の関係でこれからはスパークをハッシュタグ S 対スパークとしてくださりますようお願い申し上げます。 The S 対スパーク project encourages teams to make the most use of the official series character Spark as one of the tools to attract more fans. We plan to offer illustration of Spark to teams free of chargeA 40cm tall victory spark will be awarded to highly ranked winners at every podium ceremony. はい、2020年のスーパー耐久です。2020年も新たなチーム様、新たな車両を多数お迎えする予定でございます。年間エントリー台数は60台前後を予定。参加台数によってはピットやパドックの運用方法を変更させていただくため、レースフォーマットを変更する大会が出てくる可能性も出てまいりました。また、スーパー耐久でしか見ることのできない車も複数登場予定です。まだまだ高評価のチーム様が多いのですが、GT4 は多くの車種が登場いたします。他のクラスも話題が多い1年になると想定をしております。すべてのクラスがそれぞれのクラスを輝かせ、スーパー耐久の人気を牽引してくれる1年になるのではないでしょうか。 LED ポジショニングライトは2020年より全車装着となります。車両の両サイドに装着をしておりましたが、2020年からは写真のようにフロントガラスに移動をする予定です。We expect to welcome new teams and new cars in 2020. The total number of annual entry cars will be about 60. Some of these will be rare machines. Super Taikyo will be the only chance to see them race. We can't announce at the moment all the names of the teams yet. There will be many GT4 cars. The other classes will offer plenty to talk about too.正式なエントリー受付はこれからですが、現在エントリーを表明してくださっているのはこの表の皆様です。黒べたのところは公表不可のチーム様でございますが、まだまだエントリーをいただいていない状況がございますので、まあ、今のところでございますけど、おそらく60台は、超えてくるのかなというふうに、想定をしております次第でございます。星野チームは、新規エントリーをしてくださった方ということで、また新しいチーム様、新しい車を多数、お迎えすることができる、大変嬉しい1年になると思います。 The official entry registration has not begun. This is the list of the teams that have expressed their intention to take part this year. Teams that do not wish to announce their names are blacked out.2020年のスケジュールで変更が出てきそうな、感じになっております。岡山大会に変更の可能性が出てまいりました。5月に開催されるフニ24時間前のテストに関しては5月7日木曜日に決定をいたしました。2020年も全6戦で、開催をさせていただきます。赤字のところが、新たに発表させていただいたり修正というか、まあ、変更となった、大会となります。 So as with last year, there will be 6 events. The 2020 schedule of Okayama event is now tentative. はい、本日第3戦富士24時間大会に、ナパック様の協賛が決定したというニュースが入ってきました。大会名はピレリスーパー耐久シリーズ2020第3戦ナパック富士スーパーテック24時間レースとなります。昨日より前売り観戦券の先行販売も開始いたしました。スタートする6日土曜日の朝から翌日のゴールまでご家族やご友人と一緒に場内イベントに参加したり、キャンプバーベキューなどを楽しみながら場内でレースをご観戦いただけます。レース中の入退場も可能で、ご当地グルメや温泉など周辺観光もお楽しみいただけます。なかなか味わえない感動を皆様と共に富士スピードウェイで体感できましたら幸いでございます。
チケット等詳細につきましては富士スピードウェイ公式サイトにてご確認をください。 We just received news today that the third round Fuji 24 hours will be held in a cooperation with NAPAC. The name of the event will be the Pirelli Super Taikyu Series 2020, the third round NAPAC Fuji Super Tech 24 hour race. The pre-sale of advance tickets started yesterday. From the start of the event on Saturday 6 to the race finish on the next day, families and friends can camp and enjoy barbecue, take part in a variety of events, and of course, watch race, all within the grounds. Spectators are free to leave and re-enter the venue during the event. They can sightsee and enjoy the great local food and hot springs. It'll be our pleasure to share the excitement with fans at the Fuji Speedway. はい、S タイクラシックです。昨年から始めました。2019年よりスタートさせたこの S タイクラシックでございますが、オリンピックの影響等もあり、2020年は1大会にて実施させていただきます。昨年同様、私ども第3戦富士24時間大会時に開催をさせていただく予定です。エントリー開始は2月中旬頃を予定しております。The S タイクラシックwas launched in 2019 because of the Tokyo Olympics this year. This event will be held at just one event in 2020, as it was last year at round 3, Fuji 24 hours. はい、最後になりますけれども、スーパー耐久は30年目を迎えようとしています。日本生まれのレースとして、レースってこんなに楽しいをキーワードに、これからもアジア人気ナンバーワンレースをさらに目指してまいりたいというふうに思っております。具体的には GT3、GT4、TCR はもちろんでございますが、1から5クラスといったスーパー耐久を象徴する車両でもっと多くの方々が参戦できるようなレース運営をしてまいります。マックス90台までの参加受け入れを実現させ、開催日はオール S 帯でスケジュールを埋めていくことを目指します。盛況なクラスや参加しやすい車両は単独レース等の開催も検討し、特に STZ GT4 に関しては近い将来の実現を目指す検討段階に入っております。参加したい方のニーズに合わせて全てのクラスで盛り上がっていくことを目指します。スーパー耐久アジアとして引き続きアジアからのドライバーの賛成を歓迎いたします。Now lastly, Super Taikyu was born in Japan and is now nearly 30 years old. Our motto is, racing is this much fun. We will keep striving to become the most popular race in Asia. We like to organize races in which many more people can take part, not only with GT3, GT4 and TCR,but also with cars that epitomize Super Taikyu. Also, we aim that all event day schedules with just S-Tai events. Now, organizing independent races for classes with many entrants and for categories of cars that are relatively easy to enter is under consideration. Under this thought, we are trying to realize an independent race for the STZ,which is GT4 class, in the near future. We strive to meet the needs of the participants and to make the races exciting for all classes. We will continue to welcome the entry of Asian drivers as a part of the Super Taikyu Asia vision. はい、私の方から以上でございます。本日は本当にお忙しい中お越しいただいてありがとうございました。私この後ですね、ナパックの方の、方で表彰をスーパー耐久がしてくださるということで、この後に駐座をさせていただきますけれども、皆様どうぞお楽しみいただけましたらというふうに思います。また今日でございますけれども、この回の後半にフォトコンテストの表彰がございます。
皆様の姿を、ファンの皆様が一生懸命撮って、入賞してくださった方が、全員来てくださってますので、お忙しいと思いますが、ぜひこの場に残っていただいて、フォトコンテストの入賞の方々を称えてくださればと思います。はい、どうもありがとうございました。2020年もよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。はい、今小山さんの方から2020年に向けてのさまざまなインフォメーションいただきましたが、はい、ますますスーパー耐久盛り上がる方向、そうですね、参加台数もまたちょっと増えているような話も聞きますし、はい、STZ あたりがちょっとこうボリュームが膨らみそうな感じのニュースも伝わってきますね。はい、オートサロンでもたくさんのスーパー耐久車両もね発表されてます。オートサロンにも目玉のね、はい、スーパー耐久新型車両、はい、目玉車両が展示されてるとかって聞きますし、まあ手前味噌ですけど STITV も随分 700% の盛り上がりという、はい、ありがとうございます、ね、素晴らしい、ありがとうございます。まあこれの我々ありがとうございます。我々そろそろ英語でも喋らなきゃいけなくなってくるんじゃないですか。そうですね、できます。できない、ね、そんなようなことで、マックス90台というお話もありました、はい、ね、アジアの中のスーパー耐久としてまた盛り上がっていきたい、まあ、今日お越しの皆さんもスーパー耐久のレーシングファミリーとして一つね大いに盛り上げに協力していただきたいと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。2020年もスーパー耐久をどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。余談ですけど、余談入りますか、スーパータSITV の、はい、MC である数野優子が、はい、オリンピックの聖火ランナーに選ばれたらしいです。そうなんです、すいません、急にここで滋賀県の方でちょっとだけ走るらしいです。はい、すいません、はい、急にここで喋るんですね。いや今喋ったこと、なんかスケジュール的に大丈夫なんですか、はい、富士の24時間と被ったりしない、はい、富士24時間のちょっと前に走ってきます、ちょっと前ぐらいに、はい、ぜひともそれYouTube ライブで上げてもらいたいと思いますが、SI テレビのために頑張ってきます、はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。それではここで乾杯のお時間とさせていただきます、はい、ご発声は JAF モータースポーツ部モータースポーツ課長杉田貴人様にお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ただいまご紹介いただきました、JAF モータースポーツ部、スポーツ課長をしてます杉田貴人と申します。よろしくお願いします。本日、表彰される選手チーム関係者の皆様本当におめでとうございます。また、その他、出席いただいている、まあ、選手チーム関係者、オーガナイザーオフィシャルの皆様、また、スポンサーの皆様、その他関係者の皆様、皆様の支えがあってこその、スーパー耐久シリーズの盛り上がりであり、またモータースポーツがあると感じております。モータースポーツ統括団体としまして、心より感謝申し上げます。JAF ではですね、まあ、皆様の力を借りながら、また、ここにいらっしゃる、桑山様の、力を借りてですね、まあ、モータースポーツの振興のために何を、すべきかということで、今後、まあ、現在ですね、モータースポーツのファン、まあ、モータースポーツに関心を持ってもらう人を増やそうということで、取り組みをしておりますので、ぜひ皆様のご協力をお願いしたいと思います。では、お待たせいたしました。よろしいですかね。皆様グラスのご準備よろしいでしょうか。グラスを手にご準備をお願いいたします。では、2019年シーズンの、皆様選手の皆様、皆様のご活躍をたたえ、また、ご協力に感謝しつつ、2020年さらなる飛躍を、記念いたしまして、乾杯したいと思います。では、ご唱和お願いします。乾杯。ありがとうございました。ありがとうございました。
それでは表彰が始まりますまでご歓談5回と出布をお楽しみくださいませ。さて、歓談中ではございますけれども、少し、今日の参加者の皆様にインタビューの方をさせていただきたいというふうに思います。2019年シーズンではですね、ワイマラマキズマレーシングで、ドライバーとして参加をしていただきました堀ロバート選手と、そして千代勝又選手です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ではまずは、千代選手にお話を伺いたいと思います。昨2019年シーズン振り返ってみて、改めていかがだったでしょうか。そうですね、僕自身そのこのスーパー耐久に参戦するのは少し久しぶりで、その堀選手と、チームと木津選手から 声かけていただいて、 TCR というクラスも初めてで、なんならFF の車でレースするのも久々だったし、そういった意味でいろいろ新しいことがあったんだけど、やっぱスーパー耐久ってこうチームみんなでこう戦 こう選手権で、まあ、みんなのこうドライビングスキルをどんどんこう磨きながらいろんな作戦とか考えて、もう本当レースウィークがなんかもうこうなんだ、走る時間も走ってない時間もすごいレースのことをずっと考えて、こうみんなでこう作り上げるのがすごく楽しくて、まあ、もちろん結果としてはね、優勝を逃したんですけど、まあ、2回デビューイヤー、チームとしてはデビューイヤーで2回の表彰台に上がれたっていうのは本当にチームみんなの努力の成果で、まあ、良かったなと思います。はい、ありがとうございます。さあ、それでは堀選手の方にはこの2020年シーズンに向けての、意気込みの方を聞かせていただきたいと思います。はいはい、2019はカムバックイヤーで久しぶりすぎていろんなことが空回りしたんですけど、今年は19年にいろいろ起こったことを起こらないようにとか、まあ、より良い結果に出せるように、そのチーム、まあ、ドライバーだけじゃなくてこうメカニックたちもみんなで去年よりまあ改善できるんじゃないかなと、いうふうに、去年、まあ、いろんなトラブルをもう潰し倒したんで、逆に今年はすっきりこうレースができればいい結果がついてくるんじゃないかなと信じてます。はい、ありがとうございます。それでは2020年シーズンも頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。そしてですね、ST5 クラスのジェイズレーシングさんの方にもやってまいりまして、梅本選手と久保田選手です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ではまずは久保田選手にお話を、昨2019年シーズン振り返ってみていかがだったでしょうか。そうですね、前半ね、すこぶる調子が良くて、まあ、富士の24時間まではランキングもトップ最初までね、ワンツーだったのにね、後半グデグデ後半折り返しで奈落の底に突き落とされた感じで、ひょっとして誰かが乗ったからじゃないですか。いや、君が乗ったからじゃん、まあ、あやっぱり僕がダメだった冗談ですよ、はい、まあでもね、そのレースはいろいろあります。諦めずに今年も頑張りたいと思います。ぜひ頑張ってください。はい、今年は今年の風が吹くんで。そうですね。じゃあ2020年シーズンに向けてのちょっと抱負といいますか、気合の方ちょっとお聞かせ願いたいと思います。とりあえず4号車に勝ちたい。同じ車種ですからね。もう南選手がもう今。まあそれを目標に頑張ります。はい。はい、それでは2020年シーズンも頑張ってください。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございました。
さあ、それではですね、もう1チーム行きたいと思います。岡部自動車さんの方に来て、来させていただきまして、まずはじゃあ長嶋選手、2019年どんなシーズンだったんですか？そうですね、2019年はまあ、そこ並んだんですけど、こんだけしか取れなかった。シーズンの話じゃなくて。はい、あ、そうですか。2019年、集大成だから今日がこれの。そうですね、今日集大成ですもんね。そうですね、やっぱりね、頑張ったけど報われなかったシーズンですね。そうですね、でも楽しかったからいいですね。怪我もなかったし、はい、ありがとうございます。古谷選手、2020年に向けてのちょっと抱負、気合などを聞かせていただければと思うんですが。いや、ちょっとね、鼻が痛い。2019年はちょっと、やっぱり頑張ったけど空回り。2020は、空回りしない。汚しちゃダメです、汚しちゃダメです。2020はやっぱり地に足をつけて結果につながるように。まあ、こんな感じのチームということで、はい、ちょっとやりたい放題の山崎選手ですけれども、ちょっと最後締めだけきっちりと。じゃあ、ちょっと岡部自動車ちょっと危ないですね。まあまあまあ頑張ってもらいましょう。はい、ありがとうございます。はい、このような楽しいチームということで、2020年シーズンも頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。
いよいよピレリスーパー耐久シリーズ2019各クラスのシリーズ表彰を行います。その前に皆様にご案内をさせていただきます。はい、STX クラスの最後の表彰の後に、はい、全員集合の記念撮影があります。あ、はい、STX クラス最後の表彰の後に全員集合の記念撮影がありますので、ぜひですね、皆様には最後までお楽しみいただきますよう、ね、はい、ぜひぜひ最後まで、あの卒業式のこの中、欠席の丸いのになっちゃうからね。そうなんです、なってしまうのでぜひ皆さん最後まで、ぜひ最後までね、皆さんね、はい、お願いいたします。はい、そして皆様、ステージ前にご注目ください。お、なんと今回、各1位から3位までトロフィーをご用意させていただきました。いやー、これ豪華なすごいトロフィーですね。はい、表彰のこのトロフィーなんですけれども、非常にかっこいいんですけれども、はい、非常に重くて、え、なんかカーボンファイバーだけど、そう、サイドはカーボンなんですけど、うん、すごい重いので、土台が結構重いんだよね、これね。そうなんです。なので写真撮影の時に使っていただいても構わないんですが、はい、あの皆さん覚悟して持っていただいて、あの足とかに落とさないようにだけぜひ皆さんご注意をお願いいたします。なるほど、あの記念撮影の時にこのトロフィーを掲げていただいてもいいけど、結構重いよっていうことですね。かなり重いよ、かなり重いよってことですね。うん、はい、はい、なので皆さん、あの本当に気をつけて、持つ場合は気をつけてお願いいたします。はい、お願いいたします。それではピレリスーパー耐久シリーズ2019、はい、まずは ST5 クラスの表彰です。よし、いきますか。チーム名をお呼びしましたら、選手、監督の皆さん、ステージにお越しください。シリーズ3位、カーナンバー168 RFC レーシング、おめでとうございます。はい、ご登壇ください。おめでとうございます。どうぞステージにお越しください。 RFC レーシングの皆さん、はい、はい、ご登壇ください。シリーズ2位、カーナンバー88村上モータース、おめでとうございます。はい、村上モータース愛媛から来てくれました。はい、ね、はい、ありがとう。そして栄えある ST5 クラスシリーズチャンピオンはカーナンバー4チームブリッド、おめでとうございます。はい、先ほども表彰されましたけどね、はい、チームブリッド、おめでとうございました。おめでとうございます。まあ5クラスはね、あのコーナーのロードスターとストレートのピットみたいな戦いになってますが、はい、まあ、デミオも含めて松田とホンダの争いみたいになってるんですが、まあ、15台という、ね、多くの台数を集めて、その混戦の中、やっぱり4号車がね、あの 各チーム6台優勝者がいるのね、はい、つまり1勝ずつしかしてないんだけど、やっぱり4号車がコンスタントに来てたっていうことでしょうね。安定してましたね。うん、はい、それではピレリのトロフィーと出場奨励金のパネルをお渡しいたします。チャンピオンにはピレリジャパン株式会社モータースポーツ部マネージャー五木田健様からピレリのトロフィーを贈呈させていただきます。はい、まずはピレリトロフィーです。はい、ピレリトロフィーチャンピオンからな、五木田様、お願いいたします。 ST4 クラスチームブリッドにまずはピレリのトロフィーが贈られます。はい、おめでとうございます。どうぞ大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。はい、そして S 大トロフィーの贈呈はスーパー耐久茂木大会委員株式会社モビリティランドツインリンク茂木モータースポーツ課吉田和樹が務めさせていただきます。はい、お願いいたします。はい、ツインリンク茂木から、はい、吉田さん、よろしくお願いします。まずはチャンピオンのチームブリッドに S 大トロフィーが贈られます。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。もう南さん3本目や、もう3本目、本当です ね。そして賞金が贈られます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。どうぞ皆様大きな拍手お送りください。続いてシリーズ2位カーナンバー88村上モータースにトロフィーが贈られます。おめでとうございます。はい、村上選手、おめでとうございました。いや、素晴らしかったですね。そうですね、はい、初戦、まあ、2戦を落としてからの本当シリーズ2、そう、あの難関を乗り越えてね、あの
悪夢のような鈴鹿を乗り越えてやってきました。はい、そしてシリーズ3位 RSC レーシングにトロフィーが贈られます。このトロフィーも、はい、はい、このトロフィーも今回のために制作されました。そうですね、はい、新しいトロフィーですね。このチームも随所に早かったですよ。そうです ね、 ね、随所に 速さを見せたけれどもね、ほんのわずか及びませんでしたが、はい、おめでとうございます。それではここで皆さんから一言ずつ頂戴をしたいと思います。はい、まずはですね、シリーズチャンピオン獲得されましたチームブリットからお話を聞いていきましょう。そうですね、まず南さんから。ブリット、このチームは S 隊は連続参戦何年目ですか？今年で S 隊4年目になりまして、やっとチャンピオンをいただきました。それでありがとうございます。はい、勝因について一言お願いします。そうですね、僕個人は91年から N1 耐久っていうのから参加させていただきまして、やっと念願のシリーズチャンピオンを取れましたので、本当に去年は素晴らしい年でした。今年も頑張りますんでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。各ドライバーの皆さんも一言今日おいでいただいているドライバーの方、はい、いただきたいと思います。いらっしゃるのかな、持ってきました。はい、では、はい、チャンピオンチームのドライバーの方、はい、カルロス選手からじゃあお願いします。はい、はい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 、カルロス本田さん、はい、ブラジルスペイン語でどうぞ。違うか。はい、日本語しか喋れないカルロスでございます。コーチ弁士しか喋れまへん。はいはい、1年前チームと皆さんのご声援に、応えられてシリーズチャンピオン取れましたんでね、来季はまた若手のドライバーがどんどん活躍してくれるということなので、来季も来季っていうかね、今季かな、今季2連覇、目指してチームブリッド頑張ってやると思いますのでよろしくお願いします。はい、おめでとうございます。はい、ありがとうございました。おめでとうございました。ここに佐藤選手では、はい、俊介いきますか。どうも皆さんこんばんは。はい、こんばんは。南さんの言うこと守って走ったらチャンピオン取れました。ありがとうございます。はい、よかったですね。はい、俊介は大学は卒業ですか。あ、おかげさまで卒業、休学はやめて卒業になります。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、頑張ってください。瀬能選手も一言、はい、瀬能選手もいただきましょう。はい、今年僕はスポットで乗らせてもらったんですけど、南さんと本田さんのご好意で乗らせてもらって、また今季も、別のチームにはなると思いますが、シリーズチャンピオン目指して頑張ります。ありがとうございました。はい、では大きな拍手お送りください。おめでとうございます。はい、続きましては、2位3位の方々もチーム代表の方お一人ずつに、はい、はい、はい、感想をください。まあ、はい、難関を乗り切っての2位、はい、どうでしたか。素晴らしい。はい、昨シーズンは、まあ、初戦全損になりまして、2戦目もリタイアとなりましたが、なんとか富士で勝ちまして、シリーズになりました。今年はマツダも100周年ですので、ぜひまたシリーズチャンピオンになれるように頑張ります。またよろしくお願いします。はい、楽しみにしています。ありがとうございます。頑張ってください。では RSC レーシング代表者の方お一人お願いいたします。谷岡選手お願いします。前半戦は結構厳しいレースだったんですけど、後半になって、速さが見せつけられたので、まあ、この勢いで今年もちょっと頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございました。ありがとうございました。それでは受賞者の皆さんで写真撮影をさせていただきます。はい、ちょっとだけ皆さん右に、はい、はい、あ、左に、ごめんなさい。 S 隊スパークも入ります。はい、中央のちょっとやかましい人がオフィシャルカメラです。はい、オフィシャルカメラに向かって、はい、お願いします。はい、ボードも掲げていただいて、もうちょっと詰めていただけると嬉しいです。詰めてください。ありがとうございます。はい、行きます。なかなかオフィシャルカメラマンの人声大きいですね。マイクがいらないぐらい、ね、はい、他のクラスの皆様もこの流れで参りますので、そうですね、すみません、ご協力お願いいたします。
はい、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。 ST5 クラス受賞者の皆さんに大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございました。おめでとうございました、はい、ありがとうございました。ほとんどのチームが今シーズンもね、はい、あの継続参戦なんですかね。また熱い戦い見せてもらいたいですね、はいはい、続きまして ST4 クラスの表彰です。4クラスだ。チーム名をお呼びしましたらステージまでお越しください。シリーズ3位カーナンバー310CSI レーシングおめでとうございます。はい、 CSI レーシング盛り上げてくれましたね。はい、おめでとうございます。モテギで一勝してるね。はい、そうなんです、はい、素晴らしいですね、今期から参戦でね。はい、シリーズ2位カーナンバー86トムスピリットおめでとうございます。はい、おめでとうございます。トムススピリット、はい、上昇トムススピリットが昨シーズンは2位ということで ね、 そうですね、うん、ね。トモススピリットはおいでですか。あ、いらっしゃいますでしょうか。あ、いらっしゃいますね、はい、松井選手がいらっしゃいました。あ、松井君いましたね、はい、はい、ご登壇ください。はい、お一人ですか、松井選手。いやいや、あ、ゆういちもいらっしゃいました、はいはいはい、はい、みんないらっしゃいました、はい。そして ST4 クラスシリーズチャンピオンに輝きましたのはカーナンバー884林テレンプシェイドレーシング、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。4クラスはね、あの上昇トモススピリットに向けて、はい、みんながあのしのぎを削っているわけですが、あの昨シーズンは884号車林テレンプが序盤の勢いでね、はい、序盤でちょっとあのトムススピリットがつまずいたこともあって2連勝でしたもんね。うん、序盤の勢いを勝っていってそのまま突き抜けてきましたね。それではトロフィーと出場奨励金のパネルをお渡しいたします。ピレリジャパン株式会社様からはピレリトロフィーお渡しです。お願いいたします。では884号車林テレンプシェードレーシングの皆様にお渡しです。代表者の方お願いいたします。では広林選手が、はい、おめでとうございます、はい、おめでとうございます。続いて S 大トロフィーの贈呈はスーパー耐久茂木大会員株式会社モビリティランドツインリンク茂木モータースポーツ課吉田和樹が行います。はい、まずは優勝されました884号車林テレンプシェードレーシングの皆様にお渡しです。これは誰が受け取っていただきましょう。またあ、では平中選手おめでとうございます、はい、おめでとうございます。そして賞金が贈られます。これは石川が受け取るの石川とこ行かなかったおめでとうございます、はい、大きな拍手お送りください。そして2位のトロフィーが86号車トムスピリットに贈られます。はい、どうしましょう、松井くん行きますか。はい、松井くんおめでとうございます。受け取ってください。おめでとうございます。賞金が贈られます。はい、はい、中山雄一選手おめでとうございます。そしてシリーズ3位 CSI レーシングにトロフィーが贈られます。あの地元モテギで勝ったっていうのは良かったね。そうなんですよ、本当にね、あの水戸インターだからね、はい、モテギでの優勝は大きかったね。素晴らしかったです ね、 本当素晴らしい。いやいやいや、はい、おめでとうございました。はい、おめでとうございます、ね、それではここで皆様から一言ずつ頂戴をしたいと思います。はい、まずはシリーズチャンピオンを獲得しました林テレンプシェードレーシングの皆様にお話を伺っていきます。では広林さんお願いしたいと思います。林テレンプシェードレーシングのシェードは何の意味ですか。私ですかそれ。そうです、私教えてください。監督じゃなくてその質問は、あ、私でとりあえずお願いいたします。あの多分ですけど、はい、車の内装の部品でシェードっていう部品があるから、あ、それでシェードレーシング、はい、日よけのね、あ、それ作ってるからだと思います。あ、そういう意味なんですね、はい、
なんか違う違う違うって監督言ってますけど、監督どうなんですか。いや、なんか深い意味があったんですけど、覚えてないです。深い意味がどこかに、なんか控えめに影に回るという意味かなと思ってましたが、日向に出てきたなっていう感じがちょっとするんですが、ね、そんな感じかなと思ったりしてました。はい、そんな感じでいいと思います、はい、ね、社員の方々も盛り上がってますか。盛り上がってます。盛り上がってますか。楽しいって言ってますんで、すごく嬉しいですね。はい、おめでとうございました。では各ドライバーの方々にもじゃあ一言ずついただきましょう、はい、では平中選手、ぜひ受賞の喜びを教えてください。平中選手、勝因は序盤のパンパンといったのが良かったですね。そうですね、本当にね、レースで何があるかわからないんですけど、まあ、そういう隙をね、ちゃんとしっかり僕ら見逃さずに優勝できたっていうのが、まあ、チャンピオンにつながったのかなと思います。はい、ね、素晴らしかったです。では石川選手、はい、助っ人としてね、はい、はい、賞金もらえなかった石川選手、はい、そうですね、今日募集されたんで、タクシーで帰ろうと思ってたんですけど、歩いて帰りますぜひ誰かタクシー代を、はい、またいいレース見せてくださいね、はい、楽しみにしてま す、はい、おめでとうございました、はい、本当におめでとうございます。大きな拍手お送りください。はい、ではシリーズ2トムスピリット86からお一人代表でお話をいただきましょう。あ、坪井選手なんか日焼けしてないですか。ああ、ハワイかなんか行ってきたの。2位になったんで、うん、ちょっと悔しかったんで、はい、ちょっと海外にバカンスしに、精神的な病がちょっと、海外に悔しかったから行ってたそうです悔しかったら行ってた、なるほどね、はい、結構日焼けされましたね。結構日焼けしてるよね嘘です、グアムでトレーニングしてました、ね、グアムでキャンプを張ってたということですね。そう、今シーズンのためにね、はいはいはい、今シーズンもいいレースを見せてください。ありがとうございました。グアムの話で終わりですか。ゆういちも日焼けしてますか僕ら就活中ですので。就活中、はい、あ、まだ就活中ですか、はい、もう決まってるでしょ、はい、就活中です。お願いします。はい、いいレースをね、また見せてください、ね、ぜひスタイルも見せていただきたいと思います、はい、おめでとうございます、はい、そしてシリーズ3位 CSI レーシングから代表でお一人お話をいただきたいと思います。さあ、誰にしましょう。はい無理、英語無理、CSI レーシングです。初参戦ですけど、ランキング3位になれて非常に嬉しく思っております、はい、と社長が申しておりましたので、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、おめでとうございます、はい、とても感動のレースでしたね、モテギはね、素晴らしかったです。それでは ST4 クラスの皆さんで集合写真を撮りたいと思います。ぜひ中央の方にちょっと詰めていただいて、ご協力お願いいたします。この各クラスの集合写真の後に、受賞者全員での全体での集合写真の撮影もございますので、皆様そのままお待ちいただければと思います。ありがとうございました。 ST4 クラスの皆さんにどうぞ大きな拍手お願いいたします。はい、今シーズンもいいレースをお願いいたします、ね、ここもまた白熱のクラスですからね、はい、楽しみにしたいと思います。はい、です続きまして ST3 クラスの表彰です。はい、チーム名をお呼びしましたらステージまでお越しください。シリーズ3位カーナンバー38トレーシースポーツ、おめでとうございます。おめでとうございます。トレーシースポーツ38号車ですね。はい、そうですね、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。シリーズ2位カーナンバー68埼玉トヨペットグリーンブレイブ、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。埼玉トヨペット、もうね、GT も速くなったしね、スタイルももうトップランナーだよ、ね、そして ST3 クラスシリーズチャンピオンに輝きましたのは、はい、
カーナンバー34テクノファーストおめでとうございます。テクノファースト、はい、おめでとう。テクノファースト何年ぶりだろうね、これチャンピオンね。ね、5年ぶり、ね、おめでとうございます。なんとかね、いや混戦でしたね、3クラスもね。ほんとね、取り返したね。ここのところトレーシースポーツが年間3連覇、シリーズチャンピオン3連覇だったんですけど、ね、確か4年ぶりか5年ぶりにテクノファーストを取り返しましたね、うん、はい。それではトロフィーと出場奨励金のパネルをお渡しいたします。ピレリジャパン株式会社様からはピレリトロフィーを優勝チームにお渡しいたします。はい、優勝チームを誰にしましょうか。手塚ですか。ピレリトロフィーを優勝チームにお渡しです。大草ですか。ああ、はいはい。あ、大草ですか。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。 S サイトロフィーの贈呈はスーパー耐久機構スゴー大会委員株式会社スゴーモータースポーツ部部長代理尾形智臣が務めさせていただきます。まずは優勝しましたシリーズチャンピオンカーナンバー34テクノファーストに贈られます。はい、尾形様よろしくお願いします。それでは誰が受賞しましょう。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。賞金が贈られます。おめでとうございます。賞金は俺に。そしてシリーズ2位カーナンバー68埼玉トヨペットグリーンブレイブに表彰トロフィーが贈られます。どなたが受け取りましょう。はい、吉田選手。はい、吉田選手が受け取ります。おめでとうございます。お前行けよということで吉田が受賞しました。賞金は服部選手が率先して、はい、受け取ってくださるということでおめでとうございます。はい、おめでとうございます。これ同ポイントなんですよね。そうなんですよ、ね、もうそれぐらいすごい、ね、埼玉トヨペットがこう勝ててたレースをちょっと落としちゃったところがもったいなかった ね。そしてカーナンバー38トレーシースポーツにトロフィーと賞金が贈られます。おめでとうございます。はい、はい、おめでとうございます。はい、それでは一言ずつ頂戴をしたいと思います。まあ、こう振り返ってみたら年間いろんなことありましたね、やっぱりね。本当にそうですね。まずは34号車テクノファーストの皆さんにお話を伺います。やはりあのテクノあの王者チームチャンピオンチームというテクノファーストがチャンピオンに返り咲いたということがすごく大きいと思うんですが、その辺どうですか。感慨深いものがあるかな。手塚選手どうでしょう。はい、そうですね、岡部さんありがとうございます。はい、僕とね、前島さんは去年から2年間ねお世話になったチームを、出てテクノファーストさんにねテクノファーストさんに受け入れていただいて、今年チャンピオン取りたいって言ってくださったんで今年ありがとうございます。なんかお金が。はい、というわけでもう 何を話していいかもう全然分からなくなっちゃったんですけど、まあ、本当に大変な1年でした。もうね、車とかね僕らとかね本当にいろいろやんなきゃいけないこといっぱいあったんで、まあ、本当にチャンピオン取れて嬉しいです。はい、はい、ありがとうございました。おめでとうございます。前島選手どうですか。そうですね、今年1年目やっぱり言い続けてる運だと思いますね。はい、ずっとねやっぱり運だ運だって言い続けてきて、最後もね同ポイントでこの差が出たんでやっぱりお金が、はい、運じゃないかなと思いますね。最後までやっぱり運だと思います。いやいや、最後まで盛り上げてくれました。ありがとうございました。はい、そして大草選手。はい、本当に、18位になってから、S 隊に参加させてもらったんですけど、2年目にして、生意気ながらチャンピオン取らせてもらうことができました。本当に最後最終戦岡部自動車がいなかったらチャンピオン取れなかったかもしれないんで本当にありがとうございました。またよろしくお願いします。ちょっと Z の位置でね。なるほどね。もう誰がチャンピオンになるかわからない混戦だったからね。本当ですね。はい、では、2位3位の方々にも一人ずつちょっとお話を伺いましょう。はい、埼玉トヨペットの代表者の方に伺います。服部選手代表者
もうこういう時だけ代表者ぶりさせるのやめてもらいたいですけど、僕は富士の24時間だけで、あとはもうプロの皆さんに遠慮してこの2位っていうのはね大変遺憾です。なので来年僕復活したいです。もう任せてられないということですね。ぜひドライバーとしてもでは。いやけどいいシーズンでした本当。本当ですね、はい、来年はこれが大きな値段に変わるように。そうですね、頑張ります。はい、はい、レースは目が離せない瞬間ばっかりでしたよ、ね、はい、はい、いつもグリーンブレブ見てました。ありがとうございました。おめでとうございます。そして、3位のトレーシースポーツから代表者お一人お話を伺います。では坂口選手、はい、お願いいたします。はい、もう悔しいんで来年というか今年か ST1 クラスに行ってみんな全部抜きます。1クラス、もうストレートで全部抜きます。3クラス、はい、でピースして、手上げて抜いていきますから。よろしくお願いします。わかりました。皆さん、はい、おめでとうございました。3クラスを全部抜いてしまうためには1クラス行くしかない。あ、そうです、ということですか。っていう、兵頭さんの考えなので。はい、はい、ホットさんもスタートドライバー全部行ってもらいます来年、今年は。はい、はいはい、ありがとうございます。期待していてます。頑張ってください。はい、それでは皆さんで写真撮影をさせていただきます。中央に少し寄っていただきまして写真撮影お願いいたします。まあね、トレーシースポーツは3年連続、まあ、ゼッケンこそ違えどね、3年連続チャンピオン取ってきてて、ね、今シーズン3位に終わったということで、本当にね、ポイント換算で最後までどうなるかわからないっていう3クラスでしたね。まあ本当にね、どこがチャンピオン取るかわからないような最終戦でしたからね。そうですね。埼玉トヨペットも非常にね、2位3位が非常に多くて、コンスタントに表彰台に乗ってらしたので ね、同ポイントだもんな、1位2位がね。本当ですね。この後、各クラスの表彰の後に全体での集合写真も撮らせていただきます。最後まで皆さんご協力お願いいたします。はい、ステージに全員乗れるかどうかが問題ですが、全員で撮りたいと思います。撮りたいですね。なんとか全員で撮りたいと思います。はい、それでは ST3 クラスの受賞者の皆さんに大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございました。素晴らしいレースシーズンでしたね。ありがとうございました。まあ何でしょう、この、勝っても負けてもすがすがしい表彰台ですね。そうですね、表彰台は ね、本当にね、今シーズンも過激に、ね、戦っていただきましょう。大草はフォーミュラーで、はい、ね、先生ですからね。中野校長と今握手しましたが、はい、フォーミュラーで出てくることはできるのかしら。そうですね、まだちょっと話が固まってないんで、まだここから自分で考えて決めていきます。ね、19歳ですから頑張っていただきたいと思います。はい、続きまして ST2 クラスの表彰です。ステージまでお越しください。シリーズ3位カーナンバー17チームのプロ、おめでとうございます。おー、チームのプロカーナンバー17。シリーズ2位カーナンバー6新寮レーシングチーム、おめでとうございます。はい、新寮6号車和歌山から、はい、ありがとうございます。そして ST2 クラスシリーズチャンピオンに輝きましたのは、なんとシリーズチャンピオン7連覇を達成しましたカーナンバー59東和インテックレーシングです。おめでとうございます。7連覇ですか。ねえ、7連覇ですよ。もうね、あんま東和インテックのチャンピオンに僕はあんまり興味がなくなってきました。そんなことないです。興味がなくなってきました。皆さんもね、はい、今年はいろんなことを乗り越えてのチャンピオンですから。そうなんですよ。はい、はい、7連覇っていうと本当に楽勝モードかと思いきやね、6号車とも、もう6号車もそうですけど、トラブルとの戦いね。そうですね、トラブルね、はい、改善しながらというところでした。そうでしたね。それではトロフィーと出場奨励金のパネルをお渡しいたします。ピレリジャパン株式会社様からはピレリトロフィーをシリーズチャンピオンカーナンバー59東和インテックレーシングでお渡しいただきます。はい、おめでとうございます。大沢君かな。さあ、受け取っていただきましょう。はい、ピレリトロフィーです。おめでとうございます。おめでとうございます。そ
そして S 大トロフィーの贈呈はスーパー耐久機構スゴー大会委員株式会社スゴーモータースポーツ部部長代理尾形智臣に務めさせていただきます。はい、尾形様よろしくお願いします。まずは59号車に優勝のトロフィーが贈られます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。そして賞金の贈呈です。大谷選手ダメですよ、人の取っちゃダメですよはい、井口選手でお願いしますはい、井口選手が受け取られました。おめでとうございます。それではシリーズ2位カーナンバー6新寮レーシングチームにトロフィーが贈られます。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。そして賞金の贈呈です。おめでとうございます。はい、おめでとうございました。まあ、最終戦チャンピオンの可能性あったわけだよね。そうですね、4号車もね。そしてシリーズ3位カーナンバー17チームのプロに贈られます。おめでとうございます。はい、まあ、コンスタントに走られたことがね、のプロはね、あのシリーズ3位に、はい、そうですね、手が届いたということで素晴らしかったですね。それでは、まあ、ここはニクラスは、59と6と7が2勝ずつしてるんですよ ね、はい、うん、ね、だから、まあ、なかなか楽勝、7連覇というと楽勝のように見えるけれども、うん、結構白票を踏む思いのチャンピオンだったと思いますね、はい、そこら辺のところちょっと大沢選手に聞いてもらいましょう。はい、伺いたいと思います。まずはシリーズチャンピオン59号車に皆様に聞きたいと思います。7連覇の思い、大沢選手聞かせてください。もう来今シーズンはいいのかな、チャンピオン取らなくても。そうですね、まあ、ここまで来たらとりあえず10個まで行きたいと思いますで、かのミハエル・シューマッハもチャンピオン7回、ナスカーのデイル・アンハートも7回、ジミー・ジョンソンも7回、8回チャンピオンなかなか難しいんだよね。どうですか、ミハエル超えちょっと目指して、あのギネスとか挑戦してもいいですかね。あ、いいですね、ギネス挑戦しましょう挑戦しましょう、ねね、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います。では後藤選手、ぜひ今の思いをお聞かせください。はい、本当にいいチームに入れていただいて、僕も7連覇の一部を担えたところが、本当に良かったと思います。ただ、来年最強の助っ人だった、うん、この人がなんか発表されましたね、さっきね、なんかどっかに浮気、はい、浮気するらしいね、なんかどっかに行っちゃうってね、はい、はい、もうスバルかトヨタかはっきりしろよって感じだよねちょうどいい感じでお願いしますちょうどいい感じでね、はい、頑張ってください。はい、でも今最強の助っ人と言われた井口選手、7連覇の思いお聞かせください。いや、もう本当にこんな記録に立ち会えると思ってなかったですし、またここで激変させていただいたことを来年やりすぎのって生かしていきたいと思いますやりすぎないようにね、はい、やりすぎないように頑張ります、はいはい、頑張ってください。そして石坂選手お願いします。はい、僕もこの7連覇という偉業の1位になれたことに本当感謝しています。はい、以上ですか。以上ですはい、ありがとうございます、はい、今シーズンはスタートドライバーやらせてもらえるかもしれないね。そうですよ、今シーズンスタート井口さんがいなくなったのでスタート行きますか、はい、ね、スタートとフィニッシュねやりましょうね、はい、頑張りましょうはい、おめでとうございます。大きな拍手お送りください。はい、おめでとうございました。それでは6号車シリーズに新寮レーシングチームにもお話を伺います、はいはい、代表の方お一人ずつ、お一人にちょっとインタビューしていただきましょう。トミアン、どうでしたか。万年のシリーズ2位なんですけどねでも今年はまあチーム的には4勝したんで一応満足です。2勝2勝ね、2勝2勝で6号車と7号車ね、まあ、7号車が2勝するなんて夢のようなんでねそっちの方がすごく嬉しいですね。7号車のポイント変えるもんなら変えたかったね。そうですね、いくらかでね、来年から足しますはい、おめでとうございます。また頑張ってください。そしてチームのプロのお一人代表者お話を聞かせください。はい、野上さん。はい、野上オーナーお願いします。はい、はい、今のお気持ちを教えてください。そうですね、まあまあ、その前にうちの車ディーゼル車両を、ね、2台走らせてますけど、はい、デミオの方は至って、まあ、だいぶ調子よくなったんですけど、後半
アクセラの方がちょっといろいろ具合が悪くて、あの皆さんに黒煙でご迷惑をおかけしまして、あの申し訳ございませんでした。あの来シーズンじゃない、今シーズンですね。今シーズンはもうちょっとあのクリーンに走れるように努力します。はい、ぜひともよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、おめでとうございました。それでは皆さんで写真撮影を行います。中央に少し寄っていただきましてご協力お願いします。まあ、このグラスはあのターボカーが、ね、多いということで、はい、ダンサー、それから WRX、うん、まあ、熱量も含めてね、あのトラブルとの背中合わせ、そうです ね、富士24時間もそうですし、すごく熱くなった茂木戦とかも ね、うん、そうですね、結構このクラスは苦労されてましたが、でも ST2 クラス最終戦は6台出てましたから、あ、なるほど、胸、ね、また盛り上がってくるといいですね。そうですね、ヤリスもここのクラスに入るようですから、はい、はい、また盛り上げていただきたいですね。はい、 ST2 クラス受賞の皆さんに大きな拍手お送りください。おめでとうございます。はい、おめでとうございました。はい、次は ST1 クラスの表彰です。1クラスステージまでお越しください。シリーズ2カーナンバー998トレイシースポーツ、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。そして ST1 クラスシリーズチャンピオンに輝きましたのはカーナンバー47 D ステーションレーシングです。おめでとうございます。おめでとうございます。まあ、D ステーションはね、今シーズンちょっと歯ごたえのあるライバルをがあってね、998号車の方も2勝してますからね。はい、そうなんです、ね、なかなか歯ごたえのあるライバルが現れて、その中でのチャンピオンということです。それではトロフィーと出場奨励金のパネルをお出しいたします。ピレリジャパン株式会社様からピレリトロフィーをシリーズチャンピオンにお渡しいたします。では星野選手におめでとうございます。はい、おめでとうございます。そして S タイトロフィーの贈呈はスーパー耐久機構オートポリス大会委員株式会社オートポリスモータースポーツ部部長中西智隆が務めさせていただきます。はい、中西様よろしくお願いします。まずはシリーズチャンピオン47号車 D ステーションレーシングに S タイトロフィーが贈られます。はい、おめでとうございました。おめでとうございます。はい、浜さん、ありがとうございます。そして賞金が贈られます。賞金はオリド選手ですかね、賞金はオリド選手ですね。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。そしてシリーズ2カーナンバー998トレイシースポーツにも表彰盾が贈られます。おめでとうございます。はい、おめでとうございました。それではここで皆様に一言頂戴したいと思います。まずはシリーズチャンピオンカーナンバー47 D ステーションレーシングの皆様にお話を伺います。はい、まずじゃあ星野さんからお願いします。まあまあ、なかなか歯ごたえのあるライバルを迎えてのシーズンでね、より楽しめたんじゃないでしょうか。そうですね、まあ、アウディさんもすごく早かったんですけども、まあ、なんとかチームワークで頑張って勝利を獲得できました。ありがとうございました。はい、今シーズンはどういった展望でしょうか。今シーズンは ST1 にとどまりたかったんですけれども、ちょっとチームの事情で今のところですと STZ の方に行く可能性が強いということで、なるほど、はい、まだ確定ではないです、はい、楽しみですね。まあ、より強敵がいっぱいのところに行って、ね、またねと、ね、いうことですかね。はい、そうですね、はい、ぜひまたいいレースをよろしくお願いします。はい、浜さんはなんか引退レースとかっていう話がなんかあったけど、あれは本当だね。まだ、はい、まだ引退は決まってないんで、はい、まだアナウンスはされてないんで、はい、本人はやるつもりでいます。ぜひぜひ。本人はやるつもりなのに周りが引退なんつもりでいるんですけど、はい、巷では引退っていう噂だけが、はい、オリド選手がかなり、はい、風評被害を出していただいてるんで。なるほど、はい、
またゴールデンメンバーで走れるんだと思いますね、はいはい、今シーズンの勝因をまた折戸選手の方からちょっとまとめていただきたいと思います。いや本当に皆さん1年間スーパー耐久シリーズ、楽しい時間をありがとうございました。我々1クラスは非常にライバルが多いクラスなんですけども、ギリギリで本当になんとかチャンピオン取れて、まあ、2年連続チャンピオン取れました。本当にこれも皆さんのおかげだと思ってます。ありがとうございます。来年は多分この席には来れないと思うので今年は来てこうっていうね。大丈夫でしょ、頑張ってください、ぜひ。ということで今年やってまいりました、皆さん来年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、おめでとうございました。ぜひお待ちしております。またこの表彰台に来てくださいね、はい、それでは2位の998号車代表でお一人からお話を聞きます。はい、今のお気持ちをお願いいたします。リキさんが通訳してくれます、はい、今のお気持ちを。Very excited. We're lucky to be joining this race. This whole year we had a lot of good experience, and we're very lucky to be finishing up most of the races. And thank you everyone for supporting us. この場に入れてとても光栄です。すべてのほとんどのレースで完走できたことをとてもラッキーに思っています。ありがとうございました。今年も走ってくれるんですか？ We'll be running this year as well. We're still planning.This year's schedule, so hopefully we can come back again. 今年、今スケジュールを組んでいるところです。できれば参加したいです。ね、お待ちしてます。待ってますからね。ね、楽しみに待ってます。ぜひ来てください。はい、ありがとうございました。それでは皆さんでの記念撮影を行います。ご準備をお願いいたします。はい、まあ、1クラスはね、星野さんも浜さんもこの中で腕を磨いてですから、これまた Z クラスに行かれるわけですけれど、ね、かもしれないわけですが、ライバルたくさんの中でね、そこまでここまで磨いてきた技量をぜひ発揮していただきたいと、ね、そんなふうに思います。またお待ちしてます。はい、 ST1 クラスの皆様に大きな拍手お願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございました。で最後にですね、皆様全員での集合写真の撮影がありますので、皆様最後までお付き合いください。はい、みんなで写真撮りましょうね。はい、おめでとうございました。続きまして ST TCR クラスの表彰です。 TCR も台数増えたよ。はい、ステージまでお越しください、シリーズ3位カーナンバー45チームドリームドライブ、おめでとうございます。おめでとうございます。ステージにお越しください。カーナンバー45チームドリームドライブの皆さん、いらっしゃいますでしょうか。はい、いらっしゃったらどうぞご登壇ください。はい、続きまして、はい、続きましてシリーズ2カーナンバー97モデューロレーシングウィズドームの皆さん、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、まあね、シビックが、まあ、ホンダチームがここまでチャンピオンをずっと取ってきたわけですけれども、今シーズンは、昨シーズンは2位ということでね、はい、そして ST TCR クラスシリーズチャンピオンに輝きましたのはカーナンバー19バースレーシングプロジェクト、おめでとうございます。はい、上昇シビックをついに打ち破りました。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。最後はご自身たちのポールトゥーウィンで優勝を決めましたね、はい、チームユニフォームでね、ご自身いただきました。はい、はい、繰り返しご案内させていただきます。カーナンバー45チームドリームドライブの関係者の方いらっしゃいませんでしょうか。チームドリームドライブ関係者の方いらっしゃいませんでしょうか。代理の方でも結構ですのでね、おいででしたらぜひご登壇ください。
さあ、それではエスタイトロフィーと出場奨励金のパネルをお渡しいたします。ピレリジャパン株式会社様からピレリトロフィーをお渡しいたします。お願いいたします。シリーズチャンピオンのバースレーシングプロジェクトの皆さんに贈られます。はい、ピレリトロフィー奥村さんですかね。はい、奥村選手おめでとうございます。はい、おめでとうございます。自らはね、STZ の方で、ね、はい、頑張って走っておられましたが、S タイトロフィーの贈呈はスーパー耐久機構富士大会委員富士スピードウェイ株式会社レース事業部部長長田誠希が務めさせていただきます。はい、長田様よろしくお願いいたします。19号車に贈られます。おめでとうございます。はい、松本選手。そして賞金が贈られました。篠原それもらって帰るのかな、はい、もらって帰るのね。はい、おめでとう。そしてシリーズ2カーナンバー97モデュールレーシングウィズオームの皆さんにトロフィーが贈られます。はい、上松選手ですね。はい、はい、おめでとうございます。そして賞金が贈られます。では遠藤選手、はい、おめでとうございます。サインの皆様には後日送らせていただくという形ですかね。はい、はい、それでは一言ずつ皆様にいただきたいと思います。まずはシリーズチャンピオンとなりましたバースレーシングプロジェクトの皆さんです。はい、チームオーナー奥村選手。はい、はい、今シーズン昨シーズン振り返っていただいて、はい、自らのじゃなくて自らのこっちの方、こっちの方、こっちの方、はい、やっとドームさんに勝てましたって感じですね。3年間かかりました。3年間ずっと TCR で戦い続けて、1年目3位、2年目3位、3年目で、ようやくシリーズチャンピオン取れたので、このまま STTCR 引退します。引退してます、はい、で STTCR からですね、一貫もう勝ち逃げさせていただいて、はい、今年からは STZ の方にですね専念させていただきたいなと思ってます。2台で多分頑張りましょう。はい、まだ分かりません、ごめんなさい。はい、はい、まあまあ、ますますね S 隊にはなくてはならないチームですからね、ぜひ頑張っていただきたいと思いますが、はい、松本選手勝因としては。はい、勝因としては、今シーズン、開幕戦に、頑張って新車を間に合わせてくれたっていうところじゃないですか。はい、新車なんだよね。そうです、ね、チームオーナー様の、頑張りで、はい、たくさんお金をかけてくれたってことですか。偉、はい、偉い、いいこと言うなお前、偉い、偉い。はい、ね、予選よく頑張ってましたよ。はい、はい、はい、じゃあ篠原、一言お願いします。チームとして3年目にチャンピオン取りたいっていう状態で、僕もそのチャンピオンに加われて嬉しいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当にすいません、放送事故じゃないですか、大丈夫です。で、本当にその人早いの急にばったりした時間が流れましたね。はい、チャンピオンなんで、まあまあ早いね。まあまあ早いです。大丈夫です。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。そして、はい、カーナンバー97モデュールレーシングウィズドーム代表者、はい、お一人に伺います。はい、今シーズンを振り返って、では中野選手お願いします。はい、ありがとうございました。今シーズン、まあ、チャンピオン取れなかったんですけども、精一杯チームとしては戦って、うん、毎回ね、どんどん重くなる車の中、チームもドライバーたちも本当に頑張ってくれたんで、まあ、精一杯戦った結果です。まあ、本当に今回本当アウディの皆さん本当に頑張ったと思うので、本当におめでとうございます。今回負けましたけども、精一杯やれたんで悔いは全くありません。本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。もうどっちがチャンピオンになってもおかしくないようなレースでね、上松選手の評価としてはどんな感じですか。はい、今シーズン振り返っていただいてどんな感じですか。そうですね、まあ、ぶっちぎりで勝てたんですけれども、ちょっと前半落としてしまったレースがあったんで、まあ、一番大きかったのは24時間で、まあ、ちょっと壊れてしまった、それが一番でかかったですね。また来年は新しい形で挑戦していきたいと思いますので。そうですね、はい、はい、ぜひ帰り咲きを、はいはい、期待しております。はい、ありがとうございました。はい、それでは写真撮影を行わせていただきます。中央に集まっていただきますようお願いいたします。
や97号車今もお話がありましたけれども、はい、須郷と富士はリタイアされてるんですよね。そうですね。そんな中でもやっぱりシリーズ2位まで上がってきた底力みたいなものも ね、 見られましたね。須郷富士と連チャンっていうのはこれちょっと痛かったですよね。でもその後のオートポリスと茂木でね2連勝されてますし、まあ、19号車はポールポジションもね非常に多かったですし、本当ですね、速さ見せつけましたね、うん、まあ、あ持っていただいてもいいですよ。足だけ気をつけていただければ。かなり重いです。重いです。かなり重いです。すごい重いですけど、はい、まあ、STZ と STTCR がかなり盛り上がりそうな感じ。そうですね、ね、楽しみですね。楽しみですね。ホンダ勢は新型新車にするのかな、ね、どうなんでしょう ね、 ね、それでは STTCR クラスの皆さんに大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。はい、またいいレースをお願いいたします。いいですよ、19号車の皆さん持っていただいて、あの重いので両手でぜひ持っていただいて、危ないので。そうですね、囲んで写真を撮るっていうのが一番安全かもしれないです。そうですね、はい、この後全員での写真撮影もありますので、皆さん最後までお楽しみください。いや TCR もね2020年も熱い激しい戦いになるかもしれないですね、うん、そうですね。ぜひまたね、はい、激しい戦いを見せてもらいたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。続いて STZ クラスです。ステージまでお越しください。シリーズ3位カーナンバー190バースレーシングプロジェクト、おめでとうございます。はい、あれ奥村選手もう一回あの、はい、チームウェアをメルセデスに変えないといけないんじゃないですかね。シリーズ2カーナンバー2 KTM カーズジャパン、おめでとうございます。はい、KTM の皆さんです。ケーズフロンティア、あ、おいでですね、はい、お願いしてます。 STZ クラスシリーズチャンピオンに輝きましたのはカーナンバー3エンドレススポーツ、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。さあ Z クラスはね2019年からは非常に台数も増えて、はい、はい、激しい戦いも見られましたね。そうですね、まあこのカテゴリーもこのクラスもシーズンの序盤が結構鍵でしたね。そうですね、うん、それではトロフィーと出場奨励金のパネルをお渡しいたします。ピレリジャパン株式会社様からはピレリトロフィーをシリーズチャンピオンエンドレススポーツにお渡しとなります。もうシーズン序盤から3連勝ですからね。いやすごかったですね。はい、おめでとうございます。はい、ピレリトロフィーです。おめでとうございました。 S タイトロフィー贈呈はスーパー耐久機構オートポリス大会員株式会社オートポリスモータースポーツ部部長中西智隆が務めさせていただきます。はい、中西様続けてよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。まずはシリーズチャンピオンカーナンバー3エンドレススポーツにトロフィーが贈られます。おめでとうございます。はい、山内選手おめでとうございます。続いて賞金が贈られます。これはどっちがもらう？あ、僕ね。はいはい、先輩が、はい、おめでとうございます。シリーズ2カーナンバー2 KTM カーズジャパンに贈られます。はい、おめでとうございました。おめでとうございます。高橋さんですね、高橋さん。賞金が贈られます。飯田さんの速さも光りましたね、今年ね。おめでとうございます。ね、シリーズ3位カーナンバー190バースレーシングプロジェクトに贈られます。バースの、STZ のバースは今シーズンが楽しみですね。そうですね、ね、今シーズン楽しみですよ。はい、おめでとうございます。それではお話を聞きたいと思います。まずはシリーズチャンピオンカーナンバー3エンドレススポーツの皆さんです。はい、山内からいきましょうか。まあ、はい、シーズン序盤からのパンパンパーンといきましたね。この辺が大きかったと思いますけれども。
そうですね、僕たちが勝ってたのはもう全部内田さんのおかげです。そうだね、今日はいらっしゃってないのかな、いらっしゃらないですね、はい、僕でも翼でもなく内田さんのおかげです、はい、僕もそう思います。あ、違うか違う。でもまあすごいチームワークで隙がないね。いやいや、もうそこはもうエンデルさんのチームの運営の方がみんな頑張ってくれてますので、はい、本当にもうチームと内田さんのおかげです、はい。ね、ありがとうございます。いやいや本当、トラブルもなかったし、ね、新車がすぐ早かったからね、はい、素晴らしかったと思いますね。そうですね、はい、はい、そんなチームの中で翼はどうでしたか、いい経験できましたか。そうですね、まあまあ、僕はもうひたすらもう足を引っ張らないように頑張るだけだったので、はい、もうチームに感謝したいです。はい、ね、素晴らしい走りでしたね。もう2人とも GT300 で活躍のドライバーですからね。はい、はい、ありがとうございます。はい、そしてシリーズに頑張ってください。はい、頑張ってください。 KTM カージャパンから代表してお一人、高橋さん、お話を伺います。今シーズン振り返っていかがでしょうか。いつも2番手以上になったことないので、2番手で、まあ、今年も多分2番手以下だと思います。そんな、はい、一応頑張りますけど。最終戦は高橋さんお休みの時に優勝ということですよね。そうなんです、その前の茂木も、ね、そうなんですよ、お休みの時に、お休みの時にすごい嫌味な嫌味なドライバーたちです ね、はい、今年は全部出ますんで、はい、楽しみにしてます。全部表彰台でよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、おめでとうございました。飯田さんもおめでとうございました。素晴らしかったです。そして3位のカーナンバー190バースレーシングプロジェクト代表してお一人お話を伺います。はいはい、はい、奥村選手、今年はこちらが本業になりますので、どうぞよろしくお願いします。3年かけてここのポジション狙いに行きますので頑張ります、よろしくお願いします。はい、はい、期待します。頑張ってください。頑張ってください。それでは記念通貨エントリーになるかもしれない、ね、楽しみ、2台になるかもしれない、期待してます。あんまり盛り上げすぎてもいけないけど、はい、それでは記念写真を撮らせていただきます。中央に寄っていただきますようお願いいたします。はい、おめでとうございました。いや、 STZ は台数が増えるということで本当に楽しみですね。ね、なんかすごく増えるみたいで、世界的に見ればいろんな車種のバリエーションが走ってるんで、まあ、そういったいろいろな車両が走ってくれるとまた面白いですよね。そうですね、うん、はい、ぜひぜひ盛り上げていただきたいと思います。お、ぜひぜひおいでおいでと今、ぜひぜひ、はい、はい、参加してください、ね、いや、どんな盛り上がりを見せるのかね、2020年楽しみです ね世界中にはこの GT4 という車両はたくさんあるんですよね。マセラッティなんかも見てみたいな、ね、いろんな車がね、スタイル見られるといいですね。誰かマセラッティ走らして。はい、ありがとうございました。 STZ クラスの皆さんに大きな拍手をお願いいたします。はい、おめでとうございました。今シーズンもぜひ盛り上げてください。はい、ありがとうございます。最後に全員での集合写真がありますので、そのままお待ちください。はい、さあ、それではお待たせいたしました。最後の表彰 STX クラスに移りたいと思います。チーム名をお呼びしましたらステージまでお越しください。シリーズ3位カーナンバー9 MP レーシング、おめでとうございます。おお、 MP レーシングだ。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ご登壇ください。おめでとうございます。シリーズ2位カーナンバー777 D ステーションレーシング、おめでとうございます。はい、 D ステーション、チームはいらっしゃるのかな。あ、近藤がいるのね。近藤選手が来てくださいましたね、はい、ありがとうございます。はい、おめでとうございました。そして STX クラスシリーズチャンピオンを獲得されたのは2連覇となりますカーナンバー1 GT ネットモータースポーツ、おめでとうございます。あ、2連覇だよ GT ネット。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。いや、素晴らしいね、こちらも。そうですね、でしたね。はい、それではトロフィーと出場奨励金のパネルをお渡しいたします。ピレリジャパン株式会社様からはピレリトロフィーをシリーズチャンピオンカーナンバー1 GT ネットモータースポーツに贈られます。それでは代表して受け取っていただきましょう。
はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。エスタイトロフィーの贈呈はスーパー耐久機構富士大会委員富士スピードウェイ株式会社レース事業部部長長田誠樹が務めさせていただきます。お願いいたします。はい、長田さんよろしくお願いします。カーナンバー1 GT ネットモータースポーツにエスタイトロフィーが贈られます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、高々と上げていただきました。そして賞金が贈られます。おめでとうございます。連覇ですから ねすごいですね。素晴らしいね。そしてシリーズ2カーナンバー777 D ステーションレーシングにまずはトロフィーが贈られます。おめでとうございます。はい、そして賞金が贈られます。おめでとうございます。はい、賞金もトロフィーも独り占め近藤が。はい、はい、そしてカーナンバー9 MP レーシングの皆さんに贈られます。おめでとうございます。おめでとうございます。MP レーシングはあの 10H も含めてね、はい、活躍でしたね。素晴らしかったですね。はい、そして賞金が贈られます。おめでとうございます。はい、おめでとうございました。では喜びの声を伺いたいと思います。そうですね、はい、まずは2連覇の GT ネットモータースポーツから。そうですね、全員に GT ネット、まあ、GT ネットのチームとしては2連覇ですが2014年にもチャンピオンを取っているらしくて、ね、あのチャンピオンチームを、まあ、率いてというか引っ張っていった星野選手、どんなシーズンでしたか。はい、まあ、序盤が鍵だったと思いますけど。はい、そうですね、2連覇できたんですけど、やっぱり今年も厳しいシーズンで開幕戦でちょっとノーポイント終わってしまったんですけど、でも本当に今年も1年を通して浜野さんが本当に素晴らしいそのポテンシャルを発揮してくれて、あの去年からさらにその毎戦毎戦早くなろうというその意識が本当に素晴らしくて、それがシリーズチャンピオンにつながったと思います。もちろんそのチームの成長もずっとしてきましたし、清田も安定して去年から、ね、ずっと早いんで、あのそれで取ることができました。はい、はい、もうなんか王者の風格でしたね。レース見てるとね、多少のトラブルはあったにしてもね、素晴らしかったと思います。じゃあ藤波選手、はい、子供は大きくなりましたか。はい、子供は大きくなりましたか。はい、動きですか。お子さんの話を聞いてます。あ、お子さんですね。はいはい、はい、3歳、2歳半です。2歳半、はい、2歳半です、すいません。はい2歳半になりました。はい、どういうシーズンでしたか、振り返ってもらって。そうですね、もちろん一昨年チャンピオン取らせていただいて、去年は本当に2連覇できるように、やるからにはチャンピオン取ろう、2連覇しようということで、あの去年挑んで、で同じチームでやらせていただいて、あの本当にチャンピオン取れて、そしてね、本当にさっき和樹さんも言ってらっしゃったんですけど、浜野さんも本当に早くてですね、で和樹さんも本当にチームを引っ張っていただいて、すごいいろんな指導をいただいて、いつも、はい、本当にいいチームで、あの走らせていただいているので本当に感謝ですね。本当ありがとうございます。はい、おめでとうございました。ではあの、全部俺のおかげですと言っていい浜野さんそういうふうに言ってますが、チームメイトは。あの僕もそう思います。ずいぶん毎戦毎戦早くなってる、強くなってると思います。どうですか。いやいや、そんなおこがましいことは言えないので、でも本当にありがとうございました。あの初戦の鈴鹿でつまずいてですね、どうなることかと思ったんですけど、和樹さん、清人、あと小本監督、チームスタッフにですね、本当に鍛えていただいて、2連覇できることができました。本当にありがとうございました。はい、おめでとうございました。ありがとうございます。おめでとうございます。いい感じでね、こう、和樹を先頭にこういいパッションでこう進んでる感じがしますよ ね。ぜひこの調子で頑張ってもらいたいと思います。はい、おめでとうございます。はい、そしてシリーズ2 D ステーションレーシングから近藤選手、今シーズン振り返ってお願いいたします。そうですね、あのシリーズ2位になれて非常に良かったと思います。あとそうですね、シャンパンボーイもありがとうございます。あ、そうですね、最終戦でシャンパンボーイを命名されまして、ぜひこれからもよろしくお願いします。盛り上げてください、ぜひこれからも。はい、はい、頑張ります。ありがとうございます。はい、ビジョン濡れになって帰ってください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、そして MP レーシング代表者のお一人にお話を伺います。はい、どうしましょう、進藤さんいきますか。はい、この場を借りて、教えていただいた、影山さんから、まあ今日参加してませんが柴田さん、あとまあ車を仕上げてくれたメカニックと、であとあのレースで、いろんな方
と、一緒にレースをさせてもらったと、その感謝も全部含めて、ありがとうございますというふうな気持ちでいっぱいです。はい、ありがとうございます。ものすごく進化されて進歩されてますよ ね、 ね、これからのご活躍も楽しみです ね、 ね、素晴らしい仲間に囲まれて、はい、またさらなる飛躍を、ね、期待しております。おめでとうございました、はい、それでは皆様で写真撮影をさせていただきます。中央に寄っていただきましてご準備お願いいたします。いや、このね、STX の車両を走らせるっていうのはね、アマチュアではなかなか大変なことなんですよ。あ、そうですよね、もう僕も一応まだプロの端くれですけど、なかなかね、この方々、アマチュアの方々ほど走れるかったらすぐには走れないと思いますよ、ね、ジェントルマンドライバーとはもう言えないような人たちばっかりになってきました ね、 ね、素晴らしいですね。まあ、プロのドライバーとコンマ5秒差で走ってくるっていうのはね、本当にそうですよね、素晴らしいことですよ。ジェントルマンの皆さんの速さも、ね、光りましたね、はい、はい、またぜひね、見事なレースを見せてもらいたいですね。はい、 STX クラスの皆さんに大きな拍手お願いいたします。おめでとうございました。素晴らしいシーズンでしたね、はい。はい、あ、はい、持っていただいても大丈夫です。はい、あ、もらえはしないんです、すいませんお写真を撮っていただければ。なかなか持っていただくのはいいんですけど、落とさないように。そう、足元は本当に足に落とすと大変ね、本当に24時間のね、はい、富士24時間のチェッカーシーンは本当に記憶に残る ね、 感動的でしたね、シーンでした ね、 いや、なかなかだって総合優勝、24時間の総合優勝、1人1チームしかできないわけだから、ね、2連覇ですから ね、 ね、本当に素晴らしいレースでしたね。はい、ではよろしいでしょうか。今、尾本さんもいらっしゃるの？尾本さんもいるんだね。はい、はい、おめでとうございました。はい、おめでとうございました。続きまして、一チームにシリーズ敢闘賞をお渡しいたします。お、一チームだけ？はい、そうなんです。一、はい、チームのみにお渡しさせていただきます。全体を通して一チームに、はい、はい、そうなんです。ST4 クラスのチャンピオンの座を勝ち取り、たくさんのドラマを作ってくれたといえば皆さんもお分かりかと思います。カーナンバー884林テレープシェードレーシングの皆様、おめでとうございます。シェードレーシングだ。ステージまでお越しください。はい、林テレープの皆さん、どうぞご登壇ください。はい、どうぞお越しください。シリーズ敢闘賞を贈らせていただきます。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。それでは桑山晴美より贈呈をさせていただきます。ご登壇いただいているのはチームの皆さん、まあ、はい、会社の方々と言っていいんですかね。そうですね、そういう方々ですね、はい、本当にね、素晴らしい、ありがとうございました。おめでとうございます。本当にね、会社全体でね、レースに参加してレースで人を鍛えるというタイトルのもとね、はい、実践してチャンピオン獲得ということで素晴らしかったですね。それではシリーズ敢闘賞が贈られます。おめでとうございます。はい、おめでとうございました。上昇トムススピリットを破ってチャンピオン獲得ね、チームの社内チーム、社内活動のチームですから、はい、素晴らしいですね。それでは写真撮影をさせていただきます。はい、シーズンは開幕から2連勝。そうなんです、ね、なんと3位以下はないというね。3位以下がないんだよ ね、はい、ね、
まあ、本当にね、非常に高いポテンシャルをドライバーの皆さんも見せていただきましたし、はい、社員の皆さんも見せていただいたということですね。いい経験してもらってますよね、本当にね。素晴らしいですね、はい。はい、ありがとうございます。それでは代表者1名に一言頂戴したいと思います。お願いいたします。ディフェンディングチャンピオンとしてまた4クラスなんでしょうか。そうですね、どうなんでしょうね。気になりますね。チーム代表の岡本でございます。こんな立派な賞をいただきましてありがとうございます。今ご紹介預かりましたように、私たちクラブチームとしてやってまして、まあ、社員のチームで、まあ、早いプロドライバーの力とかプロメカニックの力も借りましたけど、本当にみんなで掴んだ、社員みんなで掴んだチャンピオンだと思ってますんで、こうやってちょっと大勢で上がらせていただきました。来年度は、まあ、今年ですね、ディフェンディングチャンピオンとして、恥じないような、チームをしたいと思いますんで、また今年も、皆さんの胸を借りて頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、頑張っていただきたいと思います。はい、また、ね、新たなドラマを期待してます。頑張ってください。大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。シリーズ関東賞ですね。はい、おめでとうございました。おめでとうございました。それでは次に今年より加わりましたジェントルマンドライバー賞をお渡ししたいと思います。ジェントルマンドライバー賞、はい、今年から始まりましたので、はい、第1回目ですね。はい、最も優秀と優秀なジェントルマンドライバー、はい、伸びしろがあったとも言えるかもしれませんね。そうですね、はい、それでは表彰させていただきます。50歳でドライバーとしてデビューされ現在3年目、今年はスーパー耐久の枠にて鈴鹿 TH やスーパー GT DTM 特別交流戦の GT300 レースオートスポーツウェブスプリントカップにも挑戦されました。どなたかお分かりかと思います。カーナンバー9 MP レーシングジョン・シンドー選手、おめでとうございます。おー、シンドーさんだ、おめでとうございます。どうぞステージにお越しください。ジェントルマンドライバー賞も受賞されました。おめでとうございます。ベストジェントルマンドライバー、はい、桑山晴美より贈呈をさせていただきます。ね、本当に50歳から始めてって公言されてましたけれども、伸びしろが最もあったジェントルマンドライバーということですね。おめでとうございました。おめでとうございます。それでは写真撮影させていただきます。ね、先ほどご本人からもお話ありましたけど、チームメンバードライバーのみんなのおかげと言ってくれてましたけれどもね、いい仲間に囲まれて。スパークいる、ね、はい、スパーク迷ってますけど入ります。入りましょう。入りましょう。まあ、いい先生方が周りにね、進藤さんの周りにはたくさんいらっしゃるからね、ね、影山正美選手を筆頭にね、そうですね、盛り上げてくれてますから、はい、おめでとうございます。それでは、ジョー・進藤選手から一言頂戴したいと思います。いや、すみません、びっくりしました。今ありましたけど、一番最初の、Z で参加した去年ですね、一昨年ですね、の初戦で、YouTube で帰った後中継を見てたら、名前をジョエさんと言われてジョエさんジョーなんですけどと思ってたんですけど、そんなところから始まって、本当にもうサーキットの経験がゼロで、で今年初めて GT3 に乗って、本当にいろいろこう一緒に乗っていただいている、まあ、柴田さん、影山さん、まあ、その人の他の、まあ、富田君もいましたし、いろんな方にこう教えてもらいながらやっていって、でとにかくもうプロの方たちと混ざってやるっていうその厳しさもいろいろ教わって、でとにかく必死に走ってでやってきたっていうのが今年1年だったので、もう本当にもう楽しむ余裕もなく、サーキットに行く日が近づいてくると嫌で嫌でしょうがなくてですね、なんとか休む方法ないかなと、そんなのをずっと考えながら1年過ごしてましたので、だから今年はもうちょっとだけ楽しむという気持ちを持てるように、頑張っていきたいと思います。こんな立派な賞をいただいて本当にありがとうございました。おめでとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。
ぜひ今シーズンもさらに楽しんで頑張っていただきたいと思います。はい、おめでとうございました。さあ、それではお待たせしました。ここで受賞者全員による記念撮影を行いたいと思います。はい、みんなで、ね、ステージに上がりましょう。はい、受賞された皆様再度ステージへお願いいたします。受賞者全員によります、はい、写真撮影を行わせていただきます。これね、やっぱり真ん中が決まらないとなかなか上がりづらいから。そうなんですよね。真ん中は STX で行こうか。はい、STX の皆さんではステージにお上がりください、ね、うん、じゃあ GT ネットが前列の中央に来てください。 GT ネットの皆さんいらっしゃいますか。前の方にお願いします、ね、それに合わせて皆さんぜひ集合してください。はい、誰かが来ないと上がりづらいよ。そうなんですよ。はい、はいはい、浜田さん、はい、お願いします。あ、いらっしゃいましたね。では STX の皆さん、ステージ上がってください。じゃあ、まあ一応ここにおめでとうございました。はい、真ん中にね、お越しいただいて、ちょっと前列はこう片膝ぐらいにならないといかない、ね、まあとりあえず、はい、とりあえず GT ネットを中心に皆さんぜひご登壇ください。 MPH 部の皆さんもぜひ上がってください。受賞された皆様全員上がっていただければと思います。あの、ニスも神林も上がってもらってください。はい、どうぞどうぞぜひ受賞された皆様全員での写真撮影になりますので、他のクラスの皆さんもお願いします。はい、受賞者の皆さんどうぞご登壇ください。受賞者の皆様全員での写真撮影となります。南さん、フリートの南さん、南さん、佐藤選手、全員だよそう、どこ、あとどこにいる。はい、で、はい、テクノファースト、はい、皆さん上がって全員で撮りましょう。はい、全員でお願いします。はい、全員でもう一回上がりましょう。はい、どうぞどうぞ。はい、はい、全クラスの皆さん、受賞された皆様ステージにお上がりください。では受賞された皆様ステージにお上がりください。もう少し上がりますか。隙間があるみたいだから僕らも上がろう。上がります。よいしょ、いいですか受賞されたチームの皆さんいらっしゃいますか。他にいらっしゃればぜひステージ上がってください。落語の師匠かお坊さんかそれでは写真撮影撮らせていただきます。あの、新藤さんの奥様もどうぞ。新藤さんの奥様も上がってください。逃げてっちゃった。はい、はい、よろしいでしょうか。ありがとうございます。お、はい、また撮っていただけますか。よろしいでしょうか。はい、はい、よろしいでしょうか。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。大きな拍手をお願いいたします。さて、大変お待たせいたしました。続きましては2018年よりスタートしたインスタグラムを使ったスーパー耐久フォトコンテストの表彰に移ります。このフォトコンテストではレースの魅力、楽しさ、親しみやすさなど、
スーパー耐久のかっこいいレースシーンやサーキットの風景、スーパー耐久ならではのゆるさ、ファンの方々のほのぼのとした物語性のある写真などもインスタグラムを通じて募集いたしました。2018年と同様に参加しやすい8部門を設定いたしました。応募総数は昨年からなんと2倍となりまして、合計5314作品の中から各部門1位の方を表彰させていただきます。5000点もあると選ぶのですよ、ね、選ぶのも大変だね。はい、そして2位3位の方のお写真は公式ウェブサイトにてご紹介をしております。あ、2位3位の方が、ね、はい、そうなんです、はい、1位の方には表彰盾を贈呈いたします。そして副賞の2020年スーパー耐久年間パス1枚は後日お手元にお渡しいたします。年間パスですからね、さらにまた写真撮っていただいてね、はい、そうです ね、ぜひ S 隊の魅力を発信していただけたらと思います。はい、お願いいたします。贈呈はスーパー耐久事務局長桑山晴美が務めさせていただきます。お名前を呼びましたらステージへお上がりください。皆様大きな拍手をお願いいたします。まずは私、僕、俺と S 隊部門1位岡0224さん、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。あ、かわいい、本人が来てくれましたね。あ、本当、おめでとう。すごい、ありがとうね。あ、かわいい、おめでとうございます。はい、写真もね、撮影させていただきます。はい、かわいいな、おめでとうにゃ。本当だね。はい、ちょっと待っててね、おめでとうございます。はい、おめでとうございました。続きまして、ちょっとそこで待っててね、待っててね。続きまして、北瀬夜間走行部門1位鉄ツスカイ36さん、おめでとうございます。大きな拍手お願いします。あ、はい、ポルシェのね、うん、給油のシーンが、給油ね、あ、給油シーン、うん、素晴らしい ね、芸術的。おめでとうございますね、夜間走行のね、しかも時ですから。そうです ね、はい、おめでとうございます。ありがとうございました。続いて、ね、さあ祭りだ24時間部門1位ベルニさん、おめでとうございます。はい、ベルルさん、ベルル2さんなのかな、ベルニさんですね。はい、おめでとうございます。ご応募ありがとうございました。おめでとうございます、ね、すごいですね。わー、綺麗、富士山とね、これちょっと年賀状に欲しかったね、はい、これ年賀状にしたい。おめでとうございます。はい、おめでとうございました。続いて、俺一かっこいい S 隊部門1位はねちゃん1964さんです。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はねちゃん1964さん、はい、ね、はい、ご応募ありがとうございました。あ、かっこいい、うわ、かっこいい、5次元のね、500号車、うん、はい、スポット参戦してくれました。これ 5次元欲しいよ、これね、すごい、ね、素晴らしい。続いて、公式キャラクタースパークが見た S 隊の世界部門第1位カズ18カズさんです。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。あ、かわいい、 S 隊のね、スパークを下からね、え、はい、はい、おめでとうございます。いい写真ですね。ありがとうございました。うーん、素晴らしい、おめでとうございます。等身大に見えるもんね、これね。あ、等身大なのか、ねえ、素晴らしい。このアングルなかなかいいですね。続いて、ほのぼの S 隊部門1位霜降り2さんです。おめでとうございます。はい、おめでとう。いつもね、S 隊テレビを盛り上げてくれる、あれ、被写体も来ちゃった、被写体も被写体も来ちゃった、被写体も来ちゃった。はい、おめでとうございます。はい、被写体の2人がね、モデルの2人ですね、そうですね、来てくれました。はい、被写体チームのプロはい、おめでとうございました。はい、おめでとうございます。ね、本当にほのぼのしますね。ね、素敵な写真ありがとうね。はい、続いて S 隊お笑い部門なんと2連覇されました。お、1位カスタードプリングさん、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。すごいですね、2連覇。2連覇なんだ。ねえ、富士24時間のね、ステージの模様を撮ってくださいました。はい、矢沢永吉さんのモノマネ。そうそうそう、そうですね。
はい、おめでとうございます。はい、素敵な写真です。そして S 対感動部門が第1位、カズフィーチャリング TK さんです。おめでとうございます。いいね。あ、いいわこれは。またいいね、このね、タイヤカスがたくさんある感じ。これも、うん、テクノが欲しいよね、これ ね、 ね、本当です ね、 ね、うん、34P1 って出てるよ。本当ですね、サインボードも。喜びの瞬間ですね。あのタイヤカスが物語ってる、ね、物語ってるね、激戦をね。素晴らしい写真だ。はい、では桑山さんから一言頂戴したいと思います。はい、はい、この度は皆さんおめでとうございます。よくお会いする方もサーキットでいらっしゃるんですけれども、昨年も同じことを言わせていただいたんですが、やっぱりあのカメラいい機材を持って上手い人っていうのはいっぱいいらっしゃるんですけれども、やっぱりこの自分の持ってるスマホだったりそんなに高くないカメラでもやっぱりこの S 帯の世界を一生懸命撮ってくださるってことを大事にしたいなと思って、8つのテーマを決めて、2年目となりました。で、今年もまた引き続きやりますので、今回皆さんの受賞なさったような写真のようなやっぱり S 帯の世界っていうのを皆さんの、お気持ちいっぱいで表現していただいて応募いただけたら幸いでございます。はい、本当皆さんいつもありがとうございました。本当にS 帯特にファンの皆さんが一緒になって盛り上げてくださるので、もっともっとそういう世界を私も作っていきたいなと思ってます。ありがとうございました。皆さん拍手でよろしくお願いします。はい、大きな拍手をお送りください。はい、皆様本当におめでとうございます。それでは皆さんお気をつけてステージからお降りください。あ、全員で写真撮影します。じゃあ全員で写真撮影を1枚。写真撮影。はい、はい、全員写真撮りましょう。チームの皆さんもね、チームの皆さんもドライバーの皆さんもこの方々のお顔を覚えておいていただいて、はい、今シーズン1年間チームパス持って年間パス持ってまた写真撮ってくれますんで ね、 ね、本当です ね、 ね。はい、ますますいい写真をお願いいたします。はい、ありがとうございました。大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さん本当におめでとうございました。素敵なお写真ありがとうございました。ピレリスーパー耐久シリーズ2019シリーズ表彰式も終わりのお時間が近づいてまいりました。最後にスーパー耐久機構事務局のメンバーと各サーキットのスーパー耐久委員をご紹介させていただきます。小山さんお願いいたします。はい、皆さん最後にお待たせいたしました。運営している、ものをご紹介をこの場を借りてさせていただきます。最後に一言ずつ言ってってもらいますのでよろしくお願いします。はい、私のところから、着物を着ている女性までは、スーパー耐久機構事務局 STO のメンバーになります。そこから先の皆様は、各施設の、スーパー耐久の委員となります。なぜか一番端 の、 福山さんは、どっちかというとこっち側の事務局側になりますけれども、うちのアドバイザリードライバーになります。マイクを回していきますので、一言ずつ皆さん、聞いていただけましたらと思います。よろしくお願いします。高谷です。今年も安全で楽しいレースをしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、高谷さんはスーパー耐久の方のスーパーバイザーとして皆さんもお顔はご存知だと思います。次に鈴木源です。はい、皆さんこんにちは、鈴木源です。今年もよろしくお願いします。安全で楽しいレースを1年できるようにお祈りしておりますので、皆さんまたリーグの方のご協力の方も一つよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、鈴木源の方は、スーパー耐久機構事務局では、海外障害マネージャーとして、あとはスーパー耐久エントラントリーグの事務局もやっています。はい、
次、松崎は、スーパー耐久機構事務局の、テクニカルコーディネーターです、うちの会社に常駐しております。はい、一言お願いします。どうも、技術担当の松崎です。今年も公平かつ安全なレースを行うと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。で、次が、今年から、新たに加わりましたスポーティングのコーディネーターになります飯田です。一言お願いします。こんばんは、今年度スーパー耐久に関わせていただきます飯田と申します。まずはですね、ベストを目指さず、ベターからいきたいなと思ってます。皆さんの協力を持って、いいレースにしたいと思いますので、今年度よろしくお願いします。お願いします。はい、次は、昨年から皆さんもお顔なじみだと思うんですけれども、公式通訳兼海外コーディネーターの重松です。重松です。結構このモータースポーツの世界には長くいさせていただいてるんですけれども、こういうプロモーターのところでお仕事させていただくのはまだ2年目に今年入ったばっかりで、もうドギマギしてます。なので皆さんに教えていただくことがいっぱいありますので、よろしくお願いいたします。はい、ここから先は、各施設の、大会の委員になりますので、一言ずつお願いします。はい、オートポリスの中西と申します。今年も8月に私どもで大会主催させていただきますので、ぜひ皆さんお待ちしておりますので、お越しください。よろしくお願いいたします。はい、冒頭でもご挨拶させていただきました岡山大会の委員であります、土井と申します。今年はちょっと日程の方が正式ではないんですけど、11月の1日に変更となりそうですので、また最終戦をやらせていただきますので、一つよろしくお願い申し上げます。はい、富士スピードへの長田と申します。弊社今年はですね、オリンピックの自転車競技の会場となりまして、6、7、8、9が、本業のサーキットとしては少しお休みという形になってしまいますが、その前半戦最後にですね、第3戦24時間レース今年も開催いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ツインリンク茂木の吉田と申します。茂木はですね、今年も9月に皆様の、お待ちを、お待ちしておりますので、レースは安全に、そしてご家族ファミリーの方には十分楽しんでいただけるコンテンツをご用意してお待ちしておりますので、引き続き、今年もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、スポーツランドスゴーの尾形と申します。今年もよろしくお願いいたします。スゴー大会は4月の開催になります。スゴーでもですね、皆さんにしっかりと楽しんでいただけるレース、そして公平に運営させていただきますので、今年もぜひよろしくお願いいたします。え、お前は勝手にやれ。そうですね。ああ、そうですか。まあ、毎度のことで福山でございます。これほどまでに僕も40数年レースやってきましたけど、主催者、オーガナイザー、チーム、ドライバーが一つになったレースカテゴリーはなかなかないんじゃないかと思っています。みんなでよくしようという思いが本当にね、一つになっているところが素晴らしいと思うので、また今シーズンもより一層多くの方々に楽しんで喜んでいただけるようなレースをね、ぜひ作っていきましょう。私も及ばずながらYouTube ライブの方で皆さんが光るように、僕の頭以上に光るようにお届けしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、で今日は残念ながらちょっと鈴鹿の方の委員が、ちょっと欠席になっているんですけれども、あとは今年からこの STO 事務局の中に、2名の若いドライバーの方をアドバイザーとしてお迎えすることになっています。また改めてお伝えしたいと思いますが、新しいスーパー耐久を作っていくためにやっぱり新しい考え方っていうのも、いろんな意見を取り入れながらまた新しいページをめくっていきたいなというふうに思っておりますので、そういった、メンバーで、1年をやらせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。
今日はこれで最後になりますけれども、さっき、あんまり皆さん全然聞いてなかったんですけど、私のプレゼン残念ながらちょっと一生懸命頑張ったつもりだって、それはともかくそのタイトルに、スーパー耐久ロックスっていうタイ、あれはつまり、行くぜスーパー耐久っていう、私の決意表明なんですけれども、今年はもう行くぜスーパー耐久っていう、もう心意気で1年を盛り上げていきたいなというふうに思っております。本当にスーパー耐久は皆さんの本当にお力添えのもとに、本当に毎年毎年盛り上げさせていただいておりますので、2020年もまたいい年にきっとなると信じてます。どうぞよろしくお願いいたします。どうも本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。どうぞご登壇ください。皆さんありがとうございました。2020年もよろしくお願いいたします。人気やな、すごい熱心なファンがね、人気やな、ね。ね、本当に小山さんのお友達 の, 京都の、ね、創作着物を作ってらっしゃる、はいはい、創作じゃないんですけどね。創作じゃないの、創作着物っていうとちょっと違っちゃうと思うんですけど、小山さんもね、はい、じゃあちょっと一応今日は最後に着物、本当にもうありが、ありがとうございました。もう孫にも衣装でもう本当に猿芝居にならないかだいぶ心配したんですけど、はい、どうだったでしょうか、はい、やっぱり大丈夫でしたか。ありがとうございます。本当ね、私の本当に大切な友人が京都にいるわけで、やっぱり彼女彼らの、協力のもとで、もう今回こういう台風に貸していただいて、はい、ね、私は貸してはいただいてないんですけれども、そういうようなことでやらせていただいております。はい、上がっていただきました。で、やっぱりこの日本人なので、はい、やっぱり着物っていう文化を大事にしたいなっていうこともあって、私たちからこういった世界も発信していきたいなと思ってます。ね、やっぱりスーパー耐久、日本生まれのレースですけど、日本のレース、私いつも同じことを言ってますけど、本当に素晴らしいレースだと思います。外国のレースいっぱいありますけど、やっぱり私は日本のレースが素晴らしいと思っているので、他のカテゴリーも含めてですけど、スーパー耐久ももう日本を誇れるレースになっていくようにしていきたいっていう気持ちがあります。そういう中でやっぱりこういった日本を象徴するものをやっぱり我々で表現していくっていう世界も作っていきたいというふうに思ってますので、着物のご用命は私にお願いします。私は手数料とか抜きませんので、必ず素敵な着物をコーディネートできると思いますので、ぜひ変な業者に捕まらないようなことをご提案できますので、素敵な皆さんをね作ってたいただけたら、着物を着るだけで人生も変わってきます。はい、なのでそんなところでしょうか。はい、ありがとう、はい、ありがとうございました。本当にありがとうございます。はい、今日福山さん の着物見ても本当に一部和尚さんだと言われてますありがとうございます。はい、ありがとうございました。素敵なお着物ご寝着させていただきました。ありがとうございます。はい、じゃあこのままですかね。今日はこれで締めさせていただきますので、はい、本当どうもありがとうございました、はい、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。そしてですね、本日の模様は後日 YouTube の S 帯テレビで配信をさせていただきますので、はいはい、ぜひこちらもご覧いただければと思います。はい、本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。